パイロットたちは勤務中、同じ食事を取ることができません。太陽を横断するフライト中だとしましょう。飛行機は太平洋の上を飛んでいます。フライトアテンダントが夕食を配り、乗客は美味しいパスタを食べています。でも、パスタソースの味が少し変です。まあ大丈夫でしょう。所詮機内食ですから。五つ星シェフの料理のようにはいきません。時間が経って、やっぱりそうでした。さっきの食事はやはり良くなかったのです。ですが、すべての乗客に問題が発生したとしたら、パイロットたちだってそうです。二人とも仕事ができなくなる事態を避けるため、パイロットたちは同じものを同時に食べないよう勧告されています。それだと一人の具合が悪くなったとしても、もう一人が仕事を引き受けられます。連邦航空局の絶対の規則というわけではありませんが、多くの航空会社はこの件に関して独自のルールを設けています。フライトアテンダントは、除細動器や酸素吸入器、消火器、ダクトテープといった隠された備品にアクセスできます。ですがおそらく一番興味深い備品は手錠でしょう。乗客を他者から、そして時には他の乗客から保護するために使われます。フライトアテンダントは危険人物から被害を受けないための道具を備えているんですね。映画に出てくるパイロットがつけているアビエーターサングラスはかっこいいですが、現実はパイロットは偏光サングラスをかけません。第一に、これには光をカットする効果があります。これだとコックピットで困ることがあるのです。パイロットは機器を確認する必要がありますが、LCD ディスプレイなどコックピットには変光した光を出すものがあります。ですので、かっこいい変光サングラスをつけているパイロットはディスプレイを 100% 正確に読めません。単純に安全性の面でかけられないのです。他の飛行機のフロントガラスから明るい光が出ているのに、パイロットが偏光サングラスのせいで信号を見逃すなんてことがあったら恐ろしいですよね。飛行機の尾翼に穴があるのを知っていますか？ほとんどの旅客機にあるんですよ。今度飛行機に乗る機会があればよく見てみてください。この穴には補助動力装置という立派な名前があります。外からは穴に見えますが、実はタービンエンジンが隠れているんです。フライト中のほとんどの時間、この補助動力装置はオフになっていますが、着陸の時に使われます。客室の電気やエアコン、コックピットの電子機器に電力供給するんです。でも補助動力装置のパワーを見くびらないでください。主エンジンをスタートするのに必要な電力を供給することもできますからね。ブライトサイドの動画を見て補助動力装置のことがわかりましたね。初対面の人との話のきっかけとして使えるかもしれません。でも残念ながらおしゃべりをする気分ではありません。飛行機に乗って着陸し、バケーションを楽しみたいのです。ですが、搭乗するためのドアは一つしかありませんよね。あなたは列の最後尾にいます。なぜ飛行機には複数のドアがないのでしょうか？専門家によると、理由はボーディングブリッジがスペースを取りすぎるからだそうです。飛行機の前と後ろに入り口があったら、スロットを2つ取ります。これは管理者にとって都合がよくありません。古いターミナルよりも、新しく改装されたり建設されたりしたターミナルには、搭乗口が2つある傾向があります。景色を変えてクルーズ船に乗りましょう。船の中には秘密の通路やドアがあるんです。これは関係者からの情報です。船のスタッフは多くの場合、決められた場所で仕事をします。乗客の使う階段やドアを通らずにどうやって移動するのでしょうか。船全体にクルーのみが通る廊下や階段が網状に張り巡らされているんです。秘密のドアというのは文字通りそうで、壁に溶け込んでいます。ですので、ドアの場所を知らない人には見つかることがありません。でも、偶然巡り合うことがあるかもしれませんよ。ヒントは、乗客用の階段の近くの壁です。巨大なクルーズ船は、水に浮かぶ金属です。クルーズ船の客室に関する豆知識をお教えします。クルーズ船の客室の壁は、磁気を帯びています。1ヶ月間で複数の国を巡るクルーズ船の旅をしているとしましょう。行き先でお土産のマグネットを買ったら部屋を飾れるんですよ。本物のクルーズファンはこのマグネットの魔法を知っていて、荷物に磁石のフックをいくつか入れています。部屋にこのフックをくっつけたら、服や小物、はがき、帽子などいろんなものをかけられますよ。船といえば、
常に水が出っ放しの小さな穴のある船やボートがあるのはなぜでしょう。ビルジの部分に水がたまらないようにするためです。ビルジの中には時間とともに水がたまるので自動的に排出しているんです。船にはヘッドライトがありません。ヘッドライトがあれば事故を防げるかもしれませんよね。車にあるのになぜ船にはないのでしょうか。ヘッドライトは光源ですが、そこから出ている光はいつか跳ね返ってきます。例えば車なら照らしたい場所が狭くて道に障害物があればすぐに対応できるのでヘッドライトは便利です。一方船の場合はそうはいきません。光源は船長が見たい場所を全て照らせる強力なものでなければいけません。例えば大型の貨物船は止まったり何らかの対応策を取るのに1キロ以上が必要です。それに前方を全て照らすのに船のライトはどれほどの明るさを必要とするか考えてみてください。船同士はナビゲーションライトという違った種類の光でお互いが見えています。小さいけれど実用的なんですよ。標準化されていますので船はお互いが見えるんです。面白いことに互いを見つけられるのは暗い時だけではないんですよ。動きや方向も認識できます。例えばナビゲーションライトが2つついた船があるとします。前のライトは低く船底の近くについています。後ろについているもう一つのライトは高いところについています。これは船が右に行くということを意味します。それでぶつからずに通ることができるんです。電車にはシートベルトがありません。ちょっと変ですよね。列車の衝突事故があるたびにこれが問題になります。世界中大体どこでも電車にシートベルトはありません。この問題に関してはいろいろな研究がされています。事故のシミュレーションをした研究もあり驚くべき結果が出ているんですよ。電車でシートベルトを締めると怪我の件数が増える可能性があるんです。車の場合はシートベルトは乗車している人の安全にとても効果的なため常に締めますね。シートベルトの論理は衝突で急速な減速が起こった時人を保護するというものです。しかし電車はとても勢いがあるのですぐには止まりません。飛行機では乗客は離陸時と着陸時乱気流に入った時にベルトを締めます。電車にはそういうことはありませんよね。駅に入ったり出たりするのにそれほど危険はありません。専門家によると電車の安全性を改善するには集中や透視が大事なんだそうです。電車に乗っていて窓の外を見ると線路に沿って小さな石がありますが、この石はあなたの旅をお供します。このような石は以前はバラストとして知られていてとても大事な役目があるんです。線路を支えメンテナンスもしているんです。ただの偶然で置いてあるのではありませんよ。石にもっと近づいて見てみましょう。線路には平らに切ってある石は一つもありません。普通の石が適当に線路に置かれているのではないのです。一つ一つの石は端が角張っています。角張っていると崩れにくくなります。それで線路を激しい振動から守っているんです。大雨の時に水が吐けやすくしたり、雑草が生えるのも防げます。これを丸い小石に変えたとしたら崩れてしまいます。そしてやがて砂利は散らばって線路は崩壊します。電車の乗客としては絶対避けたい事態ですよね。助手席のシートベルトには布のループがついていますよね。大きな圧力をかけるとループのステッチが裂け、余分な生地が乗客のクッションとなります。でもその数センチが悲惨な状況の中で大きな違いを生む可能性があるんです。ただしこれは運転席側にはありません。運転手はハンドルにとても近いのでない方が安全なんです。シートベルトはもともと19世紀半ばに発明されましたが、この技術は1960年代まで一般的に普及していなかったようです。衝突前のセンサー技術はシートベルトなどの安全性を一段と発展させることに貢献しています。これは衝突を予測しシートベルトを自動的に引き締め、エアバッグを作動させたらブレーキにあらかじめ荷重をかけ衝撃を緩和する技術のこと。毎年600万件もの交通事故が発生していることから、事故を軽減するだけでなく車内でより効果的に我々を守るために、全ての自動車は現在においても安全機能を開発し続けなければならないのです。自動車のボディを構成する材料はここ25年以内にアルミニウムやマグネシウム合金から
炭素繊維複合材料へとようやく置き換えが始まったばかりなんですよ。この軽量化された素材は燃費がいいだけでなく、事故に遭った際に衝撃吸収体を提供する構造になっているんです。自動車が他の物体に衝突した時、衝撃吸収体が衝突のエネルギーを吸収します。一見車へのダメージが大きいように見えますが、それにより乗客への衝撃を防ぐことができます。フロントとリアのバンパーは非常に過小評価されており、車で使用されてきた長い歴史があるため、バンパーを使用しなかった時代なんて想像することができませんよね。これ1800年代後半に発明されたんです。バンパーは何年にもわたって進化してきていますよね。ですので我々もバンパーがあることを意識することはあまりありませんでした。しかし外側のカバーの下には硬い補強バーの周りに圧縮性のある発泡体やプラスチックで構成されたバンパーがあり、もしもの時に備えて待機しているのです。車の窓は全てガラスでできていますが、フロントガラスは飛散防止加工が施されているんですよ。ラミネート加工されているので、何がぶつかってもガラスの破片が前の席に落ちてくることはありません。それでもやはり1950年代までは普通のガラスが使われていました。自動車が普及し始めると、安全性を確保するための改造が行われるようになったのです。エアバッグも常に存在している一般的な機能の一つですよね。実は1968年に発明されたエアバッグは当時としては先進的なものだったのです。徐々に普及し、自動車の安全対策を通じて最終的には1998年に初めて全車両への搭載が義務付けられました。このエアバッグはステアリングホイールの中に設置されているものから発展したのです。現在では乗客を確実に保護するよう、車種によっては車内の至る所に設置されています。搭載されたコンピューターに接続された衝突センサーは衝突を感知してバッグを作動させ、数ミリ秒で膨らみ、瞬きをする間にクッションのような安全性を提供してくれます。天候を予測するのは難しく、路面のトラクションを判断するのはさらに難しいですよね。1960年代後半、アンチロックブレーキシステム、略して ABS が自動車に搭載されました。1908年まで遡りますが、それ以前は多くの航空機に採用されていたんです。滑りやすい路面でトラクションを確保し、ブレーキングを完全にコントロールするために ABS はすぐに全ての自動車にとって必需品となりました。今日 ABS は非常に進歩しており、最新のバリエーションでは強い横風が吹いている時にも検知できるようになっています。クルーズコントロールは1948年に発明され、何十年にもわたって絶え間なく開発が続けられてきました。現在アダプティブクルーズコントロールは、一定速度で走行中に前方に遅い車を検知すると、その車に合わせて速度を調整するようになっています。さらに前の車が停止したことを確認すると、車が完全に停止するような機能もあります。長時間単独ドライブをしているとハイビームの点灯をつけ忘れることもありますよね。現在ではオートマチックハイビームが急速に普及しつつあるんです。ハイテクカメラモジュールはどのような光が通過しているかを簡単に判断し、ハイビームがいつ必要になるかを確認するのに役立ちます。オートマチックハイビームは1950年代から開発されていましたが、感光センサーに頼っていたため信頼性が非常に低いものだったのです。新しいタイプは太陽からの光、車のライトからの光、標識の反射など光源を識別することができ、他のドライバーに迷惑をかけないようにすることができるのです。年間約40万件の事故を引き起こしている原因は視覚。自動車のリアバンパーに搭載されたソーラーセンサーやブラインドスポットモニターは、隣接する車線を監視識別するシステムです。ダッシュボードの点滅やビープ音で隣の車線を走っている車がいることをドライバーに知らせてくれます。このシステムは視覚がもたらす様々な不安を解消するのに役立っています。160万件の交通事故は運転中のメール送信の際に起こり、疲労が原因の交通事故は年間 10% にも上ると言われています。ドライバーアテンションモニターはこれらどちらの問題を軽減するのにも役立ちます。
センサーが車の動きやステアリングの修正量をモニターし、ドライバーが道路に注意を向けているかどうかを確認します。ドライバーが完全に覚醒していない、あるいは携帯電話に少し気を取られていることをシステムが認識すると、休憩時間を示唆する信号が発せられるのです。タイヤは車にとって最も重要な部品の一つですよね。どんな道であってもそれなりの対応が必要とされます。多くの安全機能はタイヤの役割に依存します。タイヤ空気圧監視システムは4本のタイヤの空気圧をチェックし、いつ空気圧を上げればパンクのリスクを回避することができるかを確認するシステム。技術の絶え間ない進化は長い道のりを安全に走行するためのもの。車線逸脱警報は道路上の線に着目し、車がその線内に留まるようにします。車が合図なしに道路の線を越えてドリフトし始めると、カメラベースの機能がそれを識別しドライバーに知らせるのです。車線維持支援システムも同様の方法で車線境界への進入を検知します。近づきすぎた場合はステアリングを再調整し、適切な車線内に車を誘導します。より進化した車には自動運転機能が搭載されています。オートパイロットシステムはクルーズコントロールを次のレベルへと進化させました。設定した速度を保ちながら車両が目的の車線を走行できるようにするだけでなく、必要に応じて車線を変更し乗り心地をより効率的にしてくれるのです。安全装備の中には世界の車種でトレンドになりつつあるものもあります。例えばサーモグラフィーカメラを使ったナイトビジョンで近くにいる歩行者や動物に気を配ることができるのです。インフォテインメントの画面内に入り、正面を向いて熱線センサーから物体を識別します。世界で使われている自動車の数は14億台以上と言われており、世界人口の増加に伴い自動車の台数も増えていくことが予想されています。安全装備も今よりさらに適応していくことでしょう。赤外線ヘッドライトは嵐や雪、霧などの視界の悪い状況でも使用できるようさらに進化していきます。あらゆる状況下ですれ違うドライバーの視界に影響を与えることなく、ドライバーの視認性を向上させることができるようになるのです。ドライバーオーバーライドシステムは近い将来人間の行動を監視し識別することができるようになると言われています。道路上での無謀な行動やその他の安全対策のために自動車が自ら完全にコントロールする機能を持ち、乗客とドライバーの安全を確保できるようになる日が近くなるのではないでしょうか。拡張現実フロントガラスはすでに初期の開発段階にあり、ダッシュボードからフロントガラスにいくつかの指標を反射させることができます。そのため近い将来、地図やアラートなど必要な情報がドライバーの目の前に表示され、ドライバーが道路から目を離すことなく運転しながら必要な情報を得ることができるようになるのです。またエアバッグは車内だけでなく車外からも作動するようになります。衝突の危険を察知すると車外からエアバッグが作動する仕組みになるのです。エアバッグは外側に向かって膨らみ、車の外側全体を覆って衝撃を激減させます。車体を磨く必要がないほど進化しているかもしれませんね。未来の車のテクノロジーは人間のドライバーとではなく、車自身が他の車とコミュニケーションを取るようになると予想されています。道路上の障害物や問題点、天候の乱れなどを感知すると車同士がコミュニケーションを取り情報を共有し合うのです。そうすれば最も効率的で安全なルートを確保することができますからね。先が楽しみです。正面玄関から出て車に乗り込みます。どうにもこうにもやらなければならない雑用があり、楽しいとは言えません。必要なのはトイレットペーパーとオレンジのみだったはずが、なぜか4袋分の食品を購入してしまいました。そういうことってありますよね。トランクに入れましょう。しまった、ここには寄付しようと思っていた古いものを入れていたんでしたね。散らばってしまうかもしれないため食品を後部座席に置くこともできません。ここで解決策をご紹介。カラビナを用意してヘッドレストを少し高い位置に移動させてください。こうすると金属の部分にカラビナを引っ掛ける空間ができますよ。カラビナを開いて袋をかけましょう。完璧。あ、気に入っていただけました？よかった。それでは今回はドライバーの生活を楽にしてくれる知識をご紹介していきましょう。暑い灼熱の夏は誰でも体験したことがありますよね。手元に飲み物があればと夢見るような日。今日はそんな夏の日です。
お店で栓抜きが必要なコーラを購入します。問題は栓抜きが手元にないということ。落ち着いてください。シートベルトの金属の部分が見えますか？安全を確保してくれるシートベルトは実は形が栓抜きと全く同じなんです。楽ちん楽ちん。あ、古い DVD のケースが余っていますか？一つ取り出して素敵なカーステレオカバーを作ってみましょう。作り方はこちら。ハサミを用意して端を切り落とします。紙のようなペタンコのカバーを作るイメージです。あとは簡単。新しい DIY のカバーを手にして車に乗り込み、余分な部分を切り落とし、落ちてこないようにステレオ機器の下に滑り込ませます。あとはカバーを閉めるだけ。これで清潔に保つことができますよ。さらに盗難の予防措置にもなるでしょう。ドライブに出かけたものの、ドライブホルダーを自宅に置きっぱなしにしてしまいました。まずい。 GPS が必要になったり、電話をかけなくてはいけなかったり、一緒にドライブ動画ブログの撮影をしたりする必要があるかもしれません。さて、ちょっと頭を使ってみましょう。座席の下に手を伸ばしてヘアゴムを取り出してください。置きっぱなしにしているのであれば使っているわけではないですからね。ここにないとしたらグローブボックスを調べましょう。ビンゴ。 1,2 本のヘアゴムをきつく通気口の周りに巻きつけたら、真ん中にスマホを差し込んでください。きちんとできていれば緊急時に役立つ DIY スマホホルダーに早変わり。正しくできていなかった場合も現代アートぐらいにはなるかもしれません。運転免許や新車を手に入れたばかりでまだ感覚がつかめないという場合、車に慣れるための簡単な技が存在しますよ。ペットボトルを用意して車の前に置いてください。それからペットボトルを前後に数回引きましょう。こうすることでタイヤの位置、車のフロントの大きさなどの感覚を得ることができます。自分には隠れたアート感があると感じてはいるものの、才能がなかったらどうしようと不安に思っているあなた、必要なのは最適なアートパートナー、あ、車のことですよ。小さな絵の具のボトルを用意してご自宅の指導に一列に並べてください。それから真っさらなキャンバスを目の前に置きます。代わりに大きな段ボール、広げたシーツ、白紙の紙でも構いません。お楽しみはここから。車に乗り込んでエンジンをかけて上から引きましょう。絵の具がキャンパス中に広がり、ユニークかつ抽象的なアート作品ができます。これであなたもめでたく芸術家。長距離を運転している時の最大の敵といえば自分のまぶたではないでしょうか。どうしても落ちてきてしまうんですよね。まさに自分はそのタイプという方、今度ロードトリップにお出かけの際はエアマットレスを持っていきましょう。運転中に眠気に襲われたら路肩に止めて後部座席にエアマットレスを設置しお昼寝してください。すっきりした気分で再び運転に臨むことができます。もう一度眠気が襲ってきた時のためにマットレスは出しっぱなしにしておいても構いません。仲間と移動中、長旅で仲間も眠気に襲われているようです。この場合の対策は簡単。ふわふわのシートベルトカバーを購入してください。助手席のお友達は首を少し傾けるだけで軽い仮眠を取ることができます。友達がいびきをかかないといいですけどね。皆さんの車のミラーは道路上の必要なことを全て確認するためには小さすぎるかもしれません。視覚はなかなか面倒で、車線を変えるたびに首をひねって痛めてしまうこともしばしば。ただ新しい180度ミラーを使えばフクロウのモノマネをしなくてもきちんとバックを確認できます。想像してみてください。車に4人を乗せているとします。助手席にはあなたが設置した便利なシートベルトカバーにもたれて居眠り中の友人、残りの2人の友人は後部座席で退屈しどぎにスマホをいじっています。気の利く主催者であるあなたは友達が映画でも視聴できるようにとタブレットを充電しておきました。しかしタブレットを2時間も手で支えることを苦に思わない人はいませんよね。そんな時はフロント座席に引っ掛けておけるタブレットホルダーを使えば便利です。イメージは飛行機に搭載されている数百本の映画の中から選べるタッチスクリーン。いい主催者さんですね。ではでは、後部座席のお客さんにはさらに快適に過ごしてもらいましょうか。吸盤を使ってお友達も必要だとは思わなかった収納を作り出してみましょう。太陽光を遮るために布をかけたり、ポテチの袋やミニ扇風機を引っ掛けたり、誤って窓さえ開けなければ完璧な収納スペースになります。トランクというものは整頓されたクローゼットというより荷物火山、散らかりっぱなしのものですよね。ということで DIY のディバイダーで整頓してみませんか。木材や段ボール箱を使用しても構いません。食品エリア、不要な紙エリア、荷物エリア、10年間未使用のロードマップ、他にも何かありましたっけ。長距離移動の場合、腰痛に悩まされることがあるかもしれません。ああ、エアマットレスを持ってくるのを忘れてしまいました。腰椎サポートクッションを座席に常備して、痛みが出てきたら使えるようにしておきましょう。駐車が苦手な人は少なくありません。注意力が足りずに車を少し擦ってしまった経験は誰にでもあるはずです。
オストラク、ゴム製の鳥を使ってみましょう。警告、見た目がかなり怪しいですけどね。ただしこれで車に傷をつけずに済みます。駐車する前に鳥を取り出して車体のフロントとバックに設置してください。ポールや壁、他人の車に近づきすぎた際は鳥が美しい歌を奏でます。皆さんはそのまま運転を続けてください。鳥が柔らかいバンパーとして機能し、塗装を守ってくれますからね。旅は大成功で無事に自宅に戻りました。車はかなり汚れてしまっています。届かない汚れや数箇所という時も大丈夫。スライムを用意してください。聞き間違いではありませんよ。そう、スライムです。汚れが取れない箇所にスライムを広げます。汚れは別の汚れ、すなわちスライムにくっついて取れるはずです。え、スライムをご存知ないですか？今晩は YouTube でお勉強ですね。後部座席に乗って音もするふわふわのお友達をお持ちの方、確かにいい相棒にはなってくれますが、わーすごい毛落ちですね。感謝の印として残していったこの毛量、ありがとうと言った方がいいのでしょうか。可愛い愛犬だとしても困りますよね。毛を落とすなら庭でやってもらいたいものです。って犬の文句はここまでにして、後部座席と背もたれ全体をカバーするのに十分な大きさの後部座席カバーを用意しましょう。これまたの名を毛布と言います。これさえあればワンちゃんが動き回っても抜けた毛はカバーの上に落ちます。お洗濯の際は毛布を単独で洗うことを忘れなく。洋服が犬の毛だらけになる事態は避けたいですからね。飛行機のタイヤは着陸時にかかる力の4から5倍の力に耐える設計になっています。そのため仮に車輪が破壊されたとしてもタイヤは割れません。人の心理を利用した空港の列の選び方、チェックインの列が数列ある場合は左の列に並びましょう。左の方がカウンターに早くたどり着けると言われています。というのも多くの人が右利きで無意識のうちに右の列を選びがちだからです。フライトの最中、皮膚は若干乾燥します。これは客室内の湿度が低いためですから、保湿液などを持ち込み肌の乾燥を防ぎましょう。飛行機のパイロットはそれぞれ別のメニューの機内食を食べます。仮に片方のメニューで食中毒が起こったとしても、もう一人のパイロットが操縦できるというわけです。機内のテーブルは飛行機で最も汚い場所、触れた場合は手をよく洗いましょう。殺菌のために殺菌剤で拭くこともお勧めしておきます。通路側の席では比較的足を伸ばして座ることができます。通路側のアームレストの下のボタンを押すとアームレストが上に上がり、これが脇腹に当たることを防げます。夜間に客室内の照明が落とされる理由は、夜の緊急着陸の際に周囲に目が慣れていないと問題になるからです。照明を落としておけば暗がりに目が慣れ、脱出が容易になります。客室乗務員に外の様子が見えるよう窓を開けるよう頼まれることがあります。この窓を通じて彼らは最も安全な避難経路を探すのです。ほとんど全ての旅客機は白い色をしています。これはこの色が太陽の光をよく反射し機体の加熱を防ぐから。また白いペンキが安価だというのももう一つの理由です。白い表面であれば機体の損傷がすぐに見つけられるというのも大きなメリットです。フライトの最中、重要な決断を下すことは避けた方がいいでしょう。上空では脳に十分な酸素が供給されないため、最善の判断の妨げとなります。ガムを噛んだり飴を舐めたりすると離陸時の耳の痛みを解消することができます。これはキャンディーのおかげというよりは唾液のおかげ。あくびをするのも良い対策です。またガムは上空の乾燥した空気の中で口が臭くなることを防いでくれます。乾燥した空気は風邪をひいたような感覚を与えてきます。鼻や喉がイガイガするため、自分が風邪にかかったのではないかと考えてしまうのです。これらの症状は着陸後にすぐになくなります。機内でコーヒーや紅茶を入れるために使用されている水は必ずしもきれいではありません。フィルターは良いものを使っていますが、それでも喉が渇いた時は密閉されたミネラルウォーターをもらう方がいいでしょう。座席の上の壁に書いてある三角マーク、これは乗務員にとっては非常に重要なサインです。このマークのついている窓を通して着陸装置やフラップの状態を確認することができるようになっています。例えばパイロットが機体の問題を知った時、乗務員はその窓へ急ぎ外の様子を確認するのです。一方乗客にとっては最高の写真スポット。
何せ翼を写すことができますからね。客室の真ん中の翼の真上の座席は酔いやすい人にとっては一番の席。ここは一番バランスが取れ、乱気流の最中でも揺れが小さい場所です。飛行中に怖くなる人は搭乗前に軽く運動をしておきましょう。少しの運動はストレスレベルを低下させ、体に幸福ホルモンであるエンドルフィンを分泌させます。また機内でじっとする時間を考えても運動することは良い考えです。機体のエンジンは翼の下に取り付けられています。これは安価であり、またエンジンへアクセスするのが簡単になるから。かつてのエンジンは尾翼側に付けられており、そのために修理コストや期間が増えていました。現在のエンジン位置のおかげで搭乗券も安価に手に入れることができるのです。気球で空を飛んでいたとすると、気球の真下で燃えているバーナーが真っ先に目に入りますよね。これが袋の中に熱した空気を送り込むことで気球は空を飛ぶのです。乱気流はこの熱せられた空気が自然界で発生したもの。温められた空気は飛行機を上に押し上げます。そして冷えた空気は飛行機を下へと押し下げるのです。中に乗っている乗客にとってはこの動きはまるでジェットコースター。他の空気が生み出した熱風も乱気流の原因となります。もっとも乱気流はそもそも感じられないほど小さなものがほとんどです。飛行機は片方のエンジンが停止した後でも飛行を続けることができます。そしてパイロットは姿勢を制御し緊急着陸を行うのです。多少の揺れは感じるかもしれませんが、乗客はエンジンが片方だけになっていることに気づかない場合がほとんどです。目は血液ではなく空気から直接酸素を取り入れています。ですから飛行中に目が乾燥すると感じた時は目薬で目の潤いを保ってやるようにしましょう。有害な物質が空気に蒸発することを防ぐため、持ち込み手荷物には多くの液体を入れることができません。水上に不時着する場合は翼が命を救ってくれます。空の燃料タンクが浮きの代わりになってくれるのです。飛行機が沈むまでには10分から60分がかかります。これは機種や天候、パイロットの腕前によって変わります。笑顔が素敵な客室乗務員、最初に挨拶をしてくれるとき手は背後に隠しています。彼らは乗客の数を数えており、全員が搭乗したかどうかを確認しているのです。機内食の感想は人それぞれ。しかし決してまずい食事ではありません。問題はむしろ上空の人の味覚。口が乾燥していたり嗅覚が落ちていたりするため受け取る味が変わってしまうのです。そこで機内食には多めの塩分やスパイスが使用されています。上空では毛が早く伸びるという噂がありますが、これは嘘。科学的にも証明されています。これは20世紀初頭に生まれた噂で、乗客が武将髭が伸びたと主張し始めたことから始まりました。飛行中に頭痛が発生するのは普通のことです。エベレスト山よりも上まで10分で到達すれば、体が慣れるのにも時間がかかります。シートベルトは乱気流などの際に天井に体が叩きつけられるのを防ぐ役割を持っています。乱気流の最中、機体は上下に揺れるため、腰回りのベルトが体を押さえてくれるのです。一方自動車の場合はシートベルトは前方向に投げ出されることを防ぐ設計になっています。飛行機には雷に対する特殊な防護が施されています。仮に落ちたとしても乗客は感じることがありません。機体表面は電気を通すアルミでコーティングされており、これが電気を内部まで通さないのです。機器類や燃料タンクにはさらに追加の防護が加えられています。座席が窮屈なのは航空会社側が最大限の数を入れようとしているから。そのため席同士の距離が近いのです。2列多く座席を入れられれば12名多くの乗客を乗せることができますからね。また燃料コストを削減するために座席も軽量化がなされています。ちょっとした重さでも何百万という出費につながるのです。また座席には防火処理がされています。事故の際に炎症を防ぐ効果が狙えるのです。空港スタッフは持ち主の現れなかった手荷物を特別なセンターへと持っていきます。持ち主が3ヶ月以内に現れなければ売りに出されることになります。かつて
機内での携帯電話の使用は通信の妨げになるため完全に禁止されていました。その電波が機内の機器類を狂わせる恐れがあったのです。酸素マスクが降りてくるのは乱気流の時のみならず、客室の気圧が低下した際、このような時も酸素マスクを装着すれば問題はありません。酸素マスクが降りると異常事態であるとみなされ、パイロットは酸素マスクなしで呼吸ができる安全な高度まで機体を降下させます。定員19人以上の旅客機にはクラッシュアックスと呼ばれる斧が取り付けられています。この斧は消防のために装備されていて、電気火災が発生した際に乗組員がコックピットやその他のパネルを叩き破るためのもの。さらに何らかの事故が発生し人々を避難させなければならない状況でも、パイロットがフロントガラスを叩き壊すことができるようになっているのです。旅客機の大半は太陽放射とその影響から機体を保護するために白く塗装されています。さらに航空機は暑い国の空港で乗客が機内を出入りする際にも機内を涼しく保たなければなりません。白い塗装は日光を反射させ、複合素材でできた部品を保護し、高高度での紫外線による損傷を防止しているんです。民間航空機は離陸時の安定性と安全性のために最低でも時速 250km に達しなければなりません。小型の飛行機の中には時速 50km でも高度を維持できるものもありますが、飛行機の速度が下がると不安定になりやすく、離陸に失敗する可能性さえあります。飛行機が飛んだ後に残る飛行機雲は水蒸気によって発生します。飛行機の巡航高度が1万メートルに達すると気温がマイナス55度ほどにまで低下します。エンジンが燃料を燃焼する際に発生する水蒸気が冷やされて氷の粒子になるのです。これらの粒子が見え続ける時間は湿度によって変わってきます。湿度が高いと飛行機が飛び去った後も雲は広がり空に残ります。世界中の飛行機はほぼ毎日落雷に見舞われています。商用機の場合平均して年に一度は雷に打たれています。落雷の発生する頻度は様々な要因によって異なります。また雷は主に4500メートルから1500メートルの高度で発生するため、飛行機の離着陸の回数や飛行する地域によっても異なるのです。赤道周辺で飛行機が落雷に遭う可能性が世界の他の地域よりも高いことが例として挙げられます。現代の飛行機は雷の衝撃に耐えられるように設計されていて、落雷に耐えられることを証明するために特別な雷のテストをパスしなければなりません。大抵の飛行機が最高1万1000メートルの高度で飛行しているのは空気が薄くなり空力抵抗が減るなど様々な利点があるためです。その結果燃料の消費量も減らすことにもつながります。さらに温度も低くジェットエンジンをより効率的に作動させられるんです。その上大気中の乱気流も少なくフライトをスムーズにすることもできます。飛行機の中には宇宙に到達したものもありますが、普通の空港で見られる航空機ではありません。従来の飛行機は上昇するために空気を必要としますが、基本的に宇宙は真空状態なので空気がありません。宇宙に到達した最初の飛行機は約70年前に設計されました。そして薄く短い翼で揚力と安定性を得て、最初の飛行中に音速の5倍以上の速度で飛行することに成功しています。宇宙には最低でも60外の惑星があると考えられています。この数の多さを実感するためには地球の質量がクマの約10垓倍であることを考えればわかりやすいでしょう。すべての惑星は立方体や三角形や他の形をしておらず、必ず球体をしています。誕生する前の惑星は恒星の周りを周回する塵と岩の雲に過ぎません。でも重力によって互いに引き合い始め塊になり、他の物質を引きつけ始めます。そして軌道上にあるものを吸収し終えるまで大きくなり続けるのです。重力は全ての方向に等しく作用しているため、いずれ塊は丸くなり始めますが、完璧な球体になることはありません。地球の場合も球体に近い形をしていますが、自転によって中央が膨らんでいます。
地球は地軸を中心に回転し続けているので、中央の部分が上部よりも遠くに移動し始めます。赤道の付近は極の付近よりも速く移動しています。そして回転する速度が速くなるほど、物質は遠心力によって外側に移動することになるのです。音は空気中よりも水中の方が4倍速く伝わります。波は密度の高い物質の中でより速く移動できるのです。密度の高い物質のように粒子の間隔が接近している方がお互いにぶつかりやすくなります。水は密度が高く、ペットボトルの中に入った水の粒子の数は同じサイズの空気の入ったボトルの約800倍です。泡は空気を石鹸水などの薄い膜に閉じ込めた際に発生するため、丸い形をしています。膜内の分子が互いに引きつけ合い、くっつき合って球状になるのは、一定の容積を最小限の表面面積で覆うことができる形だからなんです。内部に空気が閉じ込められているので、それ以上小さくなることはできないということです。鉛筆をダイヤモンドに変えれるって知っていましたか？1400度の温度下で5万5000気圧を加えると、グラファイトはダイヤモンドに変化します。実際のところ、同じ化学元素の炭素が違った状態で存在しているだけだからです。ちなみに、ダイヤモンドは宝石としてだけでなく、電子機器の切削工具など様々な用途があります。ビーバーは川沿いで複雑で効果的なダムを作ることができます。このようにして狼やクマのような野生動物の餌食にならないように身を守っているのです。でも実際にはダムに住んではおらず、深い水のプールや池などの障壁として使っているのです。そして本当の巣はプールの中にあり、小さな島やドームのロッジのような形をしています。ビーバーは乾燥した安全な場所に巣を作るので、食べ物を保管することもできます。そのプールは陸上動物を追い払うことができるほどの深さがあります。ビーバーは巣の入り口につながるよう水中にトンネルを掘っておくので、捕食者などの危険が迫った際にすぐに逃げることができるのです。シマウマやゾウ、ウマ、フラミンゴなどの鳥は立ったまま眠ることができます。牛も立ったまま眠れますが、休息する際には横になって寝ます。立ったまま眠れる動物の足は地面に対して垂直になっていなければなりません。そうすると寝ている間、立ち続けるための筋肉を使わずに済むのです。これらの動物の膝は所定の位置でロックできるようになっています。これらの動物は捕食者に襲われた時、すぐに反応できるように立ったまま寝ているのです。不快な状況や緊張している時に顔がにやけるのは、自分の本当の感情を隠そうとしているからなんです。例えば、恥ずかしい時には笑って恥ずかしさを隠そうとします。笑っている時の方がリラックスしやすいので、不快な状況で緊張しながら笑うと、否定的な感情を和らげる効果があります。ペットボトルに入った飲料水には賞味期限が印字してありますよね。それは水が腐るからではなく、プラスチックが時間の経過とともに水に浸出し始めるので、人体に悪影響を及ぼす化学物質が溶け出すのを防ぐためなんです。月には独自の時間帯があります。天文学者たちは月面着陸した宇宙飛行士のために特別な時計を製作しました。この時計は月が自転しながら地球の周りを公転するための錯望月、つまり月の満ち欠けに合わせてデザインしたもの。ちなみに錯望月は約30地球日です。未焙煎コーヒー豆を70度から100度のサウナに入れるとカフェインを抜くことができます。コーヒー1杯あたりのカフェインの含有量が 10mg 以下になるとデカフェコーヒーに分類されます。ちなみに普通の1杯のコーヒーには 50mg から 75mg のカフェインが含まれています。地球の自転には理由があると考えられています。太陽系は45億年前に形成されましたが、当時は塵とガスの荒れ狂う雲が存在していました。雲の中の分子や原子は特定の方向に回転する傾向がありましたが、その雲が重力によって崩壊し、回転が拡大され、平らな円盤状になったのです。その後、地球はその円盤の中で形成されたので、未だにその親である雲の動きと同じように回転しているのです。飛行機の翼は翼の周りの空気を流れやすくして
フライト中の空気抵抗を減らすため滑らかに作られています。ではなぜ凸状の黄色いフックがあるのでしょうか。空気力学上良くないですよね。確かにそうなのですが、安全のために必要でもあるのです。飛行機が海上で胴体着陸しなければならないとしましょう。全てが順調で飛行機は水上を滑り、救命ボートが乗客を避難させるために近づいてきます。乗客は翼の上にある非常出口から外へ出ます。ドアが開く前に脱出用スライドが膨らみます。乗客はスライドを滑る前に翼の上を歩かねばなりませんが、翼の表面は水で滑りやすくなっています。転んで怪我をするかもしれません。そうならないためフライトアテンダントが救助ロープを取り付けます。ロープの一端をドアに、そしてフックを通し反対側を翼の端に取り付けるのです。避難の間、乗客はこのケーブルを手すりのように持って転ばないようにするのです。ロープとこのフックを使って救命ボートを翼に取り付け、遠くへ流されないようにすることもできます。飛行機は型や気象条件、パイロットの技術によりますが、10分から最長60時間も水に浮いていることができます。メインの出口と避難用出口の両方に乗組員のための持ち手が余分についています。避難中、乗客はパニックになって誤ってフライトアテンダントを足で蹴ってしまう可能性があります。それでも転ばないようにクルーはこの持ち手につかまります。飛行機のシートベルトは車のシートベルトと目的が少し違います。車のシートベルトは水平方向の衝撃から人を保護します。飛行機が乱気流を通るときは上下に揺れます。ウエストのシートベルトはそのとき天井で頭を打つのを防いでいるのです。乗客が問題を起こすことに備えて乗組員は手錠を持っています。フライトの妨害となる行いをする人がいたら、フライトアテンダントはその人を座席につなぐ権利を持っています。その際、警察の手錠またはプラスチックの紐を使います。フライト中にできることはこれが限度です。そしてこの乱暴な人を空港に通報し、到着後警察に引き渡します。緊急時には酸素マスクが自動的に落ちてきます。ご存じないかもしれませんが、マスクには他の目的もあるんですよ。気圧を均等化することとパニックを防ぐことです。乱気流では空気圧が変わることがあります。そんな時には特に酸素マスクが乗客を落ち着かせるのです。飛行機の座席は乗客にとって安全な場所です。下にある救命胴衣は頼りになりますし、座席の表面は防水素材でできています。客室に水が入ってきた時でも座席は濡れないので保温性があります。そして防火性もあります。座席カバーが客室に火が広がるのを防ぐんです。あなたを炎から守ってくれますよ。もちろんこれらの機能のお世話になることはほぼないですが、安心できるのはいいことですよね。座席の前についているトレイテーブルはハンモックみたいに使うことができます。ベルトや毛布、タオルをテーブルの周りに結んで足を伸ばしましょう。シートの上の壁に黒い三角形があるのに気づいたことはありますか？乗客からすると翼が一番よく見えて綺麗な写真が撮れるってことかもしれません。ですが、あの三角形は写真のためについているのではありません。三角形の下の窓からクルーが飛行機の外側の状態をチェックしているのです。翼が凍ったり、エンジンに火がついたり、パイロットに問題を伝える信号が送られたり、そういった場合クルーはすぐに三角形の印がついたところに行き状況を評価します。なぜ翼は飛行機の下の方についているんだろう。窓の上とか真ん中にすればいいのにと思うかもしれませんね。実は翼が真ん中やそれより上についている飛行機もあります。それぞれに意味があるんですよ。エンジンやタービンは翼の下にあります。地面の近くにある方が修理がしやすいのです。そして海に緊急着陸するとき、翼は救助クッションの役目を果たします。飛行機が浮くのを助けるのです。翼の下の空の燃料タンクも飛行機が沈まないようにするのに役立ちます。ですがリスクもあります。滑走路でタービンに破片が入ってしまうことがあるのです。幸い滑走路はしっかりと清掃されているので、その可能性はほぼありません。真ん中に翼のついている飛行機は空気の抵抗が最も少ないので、戦闘機や超音速航空機はそのように作られます。大きな貨物飛行機は翼が機体の上部にあります。そうすると機
機体が地面に近くなり荷物を積みやすくなるのです。また翼の位置が高いと整備の行き届いていない滑走路で破片がタービンに入らないので着陸がより安全になります。貨物飛行機は航空力学的にこういった翼の方がいいのです。空気の抵抗が少なく貨物をより早く輸送することができます。マスクの中の酸素は化学物質を組み合わせたものです。酸素タンクの輸送は航空会社にとってコストの負担となります。スペースを取りますし重量もあって燃料消費が増えてしまうため化学酸素発生器を使うのです。設置されている場所は頭上のパネルの中です。中身はバリウムやナトリウム、カリウムの化合物で混ざると熱を出す化学反応を起こし酸素を発生させてマスクに届けられます。飛行機の窓に開いた小さな穴はガラスが割れるのを防いでいます。飛行機の中の気圧は外よりもずっと高く差が大きいため空気で反対側から窓が割れてしまいます。そうならないように小さな穴を開けているのです。穴を空気が通り窓への負担を軽減するのです。また窓の形が丸いのも同じ理由からなんですよ。空気を均等に分散するのに理想的なのです。窓が四角や三角だと湿気を含む気流が角にたまり割れてしまうのです。また穴のおかげで水分も乾きます。窓は三重のガラスでできています。外側のガラスは気圧を受け真ん中のガラスは保護する役目を持っています。3層目は2層目を窓を触る乗客から守っています。技術的にはガラスは1層でも飛べますが危険です。飛行機の車輪も特別に保護されています。着陸時は膨大な負荷がかかるからです。でも破裂することはないので安心してください。タイヤは実際かかる圧力の5倍から7倍に耐えられますからね。ドアにトイレの表示がありますよね。その下には秘密の掛け金があるんですよ。クルーは外からドアの鍵を開けられるんです。ですので完璧なプライバシーがあるわけではありません。もちろん他の乗客がドアを開けることは禁じられています。クルーが緊急時に開けるためのものです。フライト中フライトアテンダントが客室を通るときは必ず座席の上の棚を触ります。荷物棚が閉まっているかチェックしているのではありません。荷物棚の下の部分に沿って端がギザギザの持ち手があるのです。フライトアテンダントは転ばないようにここを持ちます。なかなか便利なんですよ。特にトイレに行くときに座っている乗客の座席を座りたくない人には、タービンが翼の下に取り付けられているのには重要な理由があります。以前は航空力学を向上するため飛行機の尾の部分についていました。エンジンの一つが止まってしまっても客室はそれほど揺れません。そうなんです、飛行機はタービンが一つしか動いていなくても飛ぶことができます。尾の部分にタービンがあったら翼はもっと薄く流線形で航空力学的に良かったのです。ですがそこに取り付けてあるとコストが高くなることが分かりました。尾の部分にエンジンがあるとメンテナンスが不便なのです。高い位置にあるので特別な装置が必要で時間も長くかかりました。そしてもちろんチケットの値段にも影響を与えます。それでコストと時間を節約するためにタービンを翼の下に取り付けるようになりました。離陸の前、客室で点滅する光に気づいたことはありますか？これはパイロットが飛行機と空港の電力供給装置との接続を切って機内の装置と接続するときに起こります。急速に切り替わるため点滅するのです。イリノイ州在住のとある整備士は事故を起こした車両の撤去に派遣されました。するとひっくり返ったフォードレンジャーを見た彼に突然アイデアが浮かんでいきます。普通の人であればただの破損した車だと思うかもしれません。しかし男性の頭に浮かんできたのは全く新しいタイプの車両です。フォードレンジャーと F150 の2台のピックアップトラックを用意した男性、6ヶ月にわたり風変わりな車両の製作に没頭しました。この2台の車両を組み合わせ、もともと1台の車であるような錯覚を生み出したのです。乗客用の十分な空間がある車両は法的に道路を移動することも可能です。上部に設置された4つのタイヤは道路に触れているタイヤと同時に回転するため、どこに行っても周りの人を混乱させました。確かにたとえ駐車中であったとしても不思議な光景ですよね。
緑の野菜を摂取することの重要性は、多くの卸売企業が潜在的なバイヤーに対して説いていることなのではないでしょうか。英国のとある企業、バーズアイは常識のさらに先を行っています。自社製品を促進しようと、グリーンピース型の車を製作したのです。オフロードゴーカートのシャーシを基盤とし、これに複数のフォルクスワーゲンビートルの部品を加えています。見た目はおもちゃのようですが、実際は違います。小型のホンダ製エンジンを搭載した小さな高速グリーンピースは、最大時速100キロまで出すことが可能です。残念ながら商業目的で製作されたため、一般道でお目にかかることはないでしょう。しかし広告で使用されてから、かなりの認知度を得ました。噂によれば、この変わった車はどこで購入できるのかと多数の問い合わせがあったそうです。1964年、小型軽量のジープ、ミニモークが米国で開発されました。英国の地形に適しているのではという考えのもと、同国にて販売を開始。しかし、ミニモークは最低地上高が低く、オープンサイドドアが英国の気候にあまり適していないという理由から受け入れられませんでした。さらに、より暖かい気候のポルトガルやオーストラリアでも販売を開始。観光客たちがより移動しやすくなるのではという考えがあったようです。しかし実際は、四輪駆動車の娯楽用アクティビティ以外の目的で使用されることがなかったため、人気はガタ落ち。しかし電気エンジンの導入とともに、現在再び返り咲いています。当然といえば当然でしょう。最新版では最低地上高が高く設定されており、座席の快適度も増しています。お値段もより手が届きやすく設定。およそ2万1000ドル程度で購入できます。車が通りを牛耳り始めていた20世紀初期、車両の一部は蒸気機関を動力としていましたが、音がうるさいことが難点です。電気自動車も登場していましたが、街の外では動力を得ることができないため、あまり支持されませんでした。しかしこの時代、他にもおかしな変わったデザインが登場しています。1920年代初期、レイアットヘリカが開発されました。この車両は翼を持たない飛行機とも呼ばれています。運転手はフロントに座り、後ろに1名乗客を乗せることが可能です。レイアットヘリカの空気力学に即したボディは飛行機のような構造になっています。主にベニヤ板でできていて、車両を前へと押し出してくれるプロペラがフロントについています。開発者は、普通の車のパーツは車両に不要な重さを加えていると考えていたのです。当時スチールは他の目的での使用が重要視されていたため、開発者は解決策として軽量フレームを導入しました。およそ250キロの車両は最大時速171キロを出すことができます。聞こえはいいかもしれませんが、この車両には深刻な欠点があります。信じられないほど騒音がひどく、耳を保護するために本物の飛行機に乗る時のようにヘッドセットを着用しなければいけませんでした。道路上を移動するには最適な選択肢とは言えませんよね。しかし意外にもおよそ30台が売却されたそうです。1940年の燃料不足により、開発者たちは輸送の形態の代替案を追求するようになりました。製図版の息を出なかった30年の時を経て、再び電気自動車に注目が集まります。ということで、新しい電気自動車ローフエレクトリークは1938年に設計、1942年に製造されました。乗客1人分のスペースしかない三輪駆動の卵型車両です。車輪付きの卵は電池パックから動力を得ています。一度完全に充電したこの小さな卵は最大100キロの距離を移動。道路での最大速度は時速70キロです。さらにこの小さな車両はかなり軽量です。たった350キロしかありません。現代にもこういう車があったらよかったですよね。どんな車両スペースにも入り込めてしまいそうです。ここでボーナス。270度ビューを誇るこの車には資格が存在しません。しかし残念ながら人気に火をつけることができず、生産されたのはたったの1台という結果に終わりました。ドイツ工学は自動車産業において常に高い標準を保っています。その期待をさらに超えてきたのが、アンフィカーと呼ばれるとあるモデルです。なんと水中移動が可能で、ボートとしても機能するんです。
タイヤは普通の車両よりやや低めに設定されて、一般道では謙虚な速度で移動します。しかし一旦水中へ入ると前輪が方向舵の役割を果たします。最高7ノットの速度で移動することが可能です。この車両がボートとしても車としても一番でないことを理解していた設計者たち。そのため道路を移動できる最高のボート、水中を移動できる最高の車両としてこの車両を売り出しました。船としては実はなかなか優秀です。数時間船着き場に止められていても全く水漏れがなく、多くの人は驚きを隠せませんでした。たちまち人気は高まり、1960年代にはおよそ4000台が販売されました。さらに自動車業界の他のボートカーのインスピレーションにもなっています。リムジンをハイヤーしてみたいと思ったことはありますか？飛行機と融合されたリムジンなんてどうです？727機と一般道をドライブする快感という2つの要素への情熱を一緒に実現したいと考えたとある男性。はじめに飛行機を手に入れた男性は機体から翼と尾翼を取り去り、飛行機のボディをメルセデスベンツのバスに装着しました。飛行機のような見た目の普通のバスといったところでしょうか。長さ16メートルのこのバスは世界最大のリムジンとなりました。40名ほどを輸送するのに十分なスペースがあるにもかかわらず、最大時速200キロまで出すことができます。操縦室はほとんどそのまま残されていますが、もちろんハンドルはリムジン運転用のハンドルに取り替えられています。もともとの折りたたみ式階段はそのままで、ボーイングリムジンへ搭乗するお客様を迎えます。驚くべきことに一般道での運転許可が登録されています。レンタルすればこの1万1000キロのリムジンは誰でも運転することが可能です。20世紀初期、車のエンジンの効率が格段に上昇しました。お手頃価格のガソリンが手に入るようになったことで、自動車の人気に拍車がかかったのです。1927年、複数の車の設計士が超高級な車両を発明しました。ご紹介しましょう。ブガッティ・ロワイヤルです。全長 6.4 メートル、重さ3000キロの史上最も豪華な車両です。現代生産されているセダンの平均的な重さの約2倍あります。しかし、生産当初、世界経済は大好況状態にありました。残念ながら、この豪華な車は成功を収めることができず、ヨーロッパの貴族ですら、このような法外な買い物をすることに興味を示さなかったそうです。もともとは25台生産する予定だったものの、消費者の興味を引けずに3台のみが販売されました。生産ラインは結局7台生産した時点でストップしています。エンジンのデザインはフランス製飛行機のエンジンに基づいており、史上最大規模を誇ります。しかしブガッティ・ロワイヤルの不発を受け、残りのエンジンはフランスの鉄道システムに導入された、新たに開発されたハイスピードの自走式鉄道車両に再利用されました。1930年、発明家のジョン・アーチボルト・パーヴスは、彼自身が未来の高速車両になるであろうと信じていたとある車を生み出しました。レオナルド・ダ・ヴィンチが残したデザインから構想を得ています。ダ・ヴィンチの設計には何かあると確信したジョンは、電気動力で稼働するモノホイール車両であるダイナスフィアを製作しました。高さ3メートルのモノホイールは鉄格子製でレザーに覆われており、重さは約450キロあります。運転手座席とモーターはホイール自体に接続固定されています。はじめは運転手がどちらかの方向に体を傾けなければ操縦することができませんでしたが、後に運転を楽にするためにハンドルが搭載されるようになりました。最大時速50キロに到達することができます。ビーチでの娯楽アクティビティとして多少の関心が集まりました。8つの座席を備えた改造版も生産されています。しかし残念ながら、設計者の作った巨大なホイールが道路を占拠するという夢は実現しませんでした。おそらく何かの物体に激突しない限り、車を停止する方法を思いつけなかったんですかね。民間旅客機にエンジンをかけるキーがないのは不思議ですよね。車のようにキーを使って作動させるよりももっと複雑なのです。制御盤には複雑なプロセスを開始するためのボタンやダイヤルがたくさんあります。
航空機の最後尾にある小さな発電機とつながっている動力装置が飛行機に電力を供給します。空気が流れ込み、ジェット機のエンジンに入っていって冷たく保ちます。そして予備電源がタービンを適切な正しい速度になるまでゆっくり回して温めます。そうするとエンジンが1機ずつ始動できるようになります。民間旅客機にはエンジンが最高で4機ありますが、この作業が全て完了するには最長で90分かかるんですよ。飛行機にはドアをロックするキーもありません。ですがアイドリング状態の時は警備員がジェット機を常に監視しています。もし誰かが警備をかいくぐったとしても簡単に乗ることはできません。飛行機に入る時は機長が常に搭乗手続きを注視しています。パイロットは操縦室だけでなく客室もコントロールしているのです。旅客機のパイロットになるには視力が最低でも 1.0 なければなりません。ですが航空会社によってはメガネの補助を許可しているところもあります。あなたは飛行機で座席を探しています。チェックインが遅かったのですが、以前搭乗した際にも飛行機に座席がなかったという不快な経験をしたことがあります。これは航空会社が当日現れない人やキャンセルする乗客を見据えて意図的にオーバーブッキングしているからです。それであなたは今回は席を選べませんでした。羨ましく思いながら前方の座席を通り過ぎます。前の方の席は人気ですぐに予約が埋まります。みんな着陸後にできる限り早く飛行機を降りたいからです。ですが早く降りることより安全を重視するなら後ろの席の方がいいんですよ。後方の席の方が推定 40% 安全なのです。飛行機よりも車の方が好きですか？フライトで危険なことが起きる確率は1100万分の1です。対して自動車事故が起きる確率は5000分の1です。あなたの席は非常口の横でした。やった、足が伸ばせますね。過去30年足のスペースは毎年狭くなっています。航空会社によっては最大12センチメートル狭くなったところもあります。あなたの背が高くなったのではありませんよ。理由はより多くのお客を乗せると航空会社がより儲かるからです。航空会社は自社で飛行機を作らず工場で製造したものを使います。そして各々の航空会社が座席の作りを決めます。窓と座席が合っていないのもこれが理由です。でもいいじゃないですか。非常出口の横に座るのはいつだってちょっと心配ではありますが、いい席に座れたのですから。眠っている時にドアにぶつかって開けてしまったらどうしましょう。大丈夫、飛行中には絶対開きません。機内では客席全体が与圧されています。ドアにも約1000平方センチメートルあたり450キログラムの圧力がかかっています。万が一寝ている間にハルクのような力が出たとしても、電気系装置、機械系装置の両方で掛け金がかけられてしまっているので開くことはありません。ドアが開くとその瞬間に客室全体の温度がすぐに下がるので、追加の措置はとても大切です。また気圧が急激に変化すると飛行機の構造が弱まります。離陸の時が来ました。スマホの電源を切るように言われます。本当に切らないといけないんでしょうか？ 10% の人は切ることも機内モードにすることもしないことを認めています。携帯電話は問題を起こすこともありますが、私たちが思うように電子機器を妨害することはありません。本当に困るのは飛行中に携帯が複数の管制塔からの信号を受信することでパイロットの気がとても散ってしまいます。ですからオフにして仕事がしやすいようにしてあげましょう。飛行機が高度1万2000メートルに達し、耳が痛くなってきました。シートベルトサインが解除されます。CA さんが腕を広げて通路を歩いてきます。細い通路をこのように歩くのはバランスを取るためです。彼らは乗客の邪魔をしないようにするため、座席のヘッドレストにつかまりません。突然の乱気流の際は、頭上の荷物棚の下につかむところがあります。常に推定50万人の人が飛行機で上空を飛んでいるそうです。ですので現在あなたは世界の人口の 0.1% を占める特別な集団の一人だということになります。窓の外に目をやると白い翼が見えました。飛行機は太陽放射を反射するために白などの薄い色に塗装されています。
こうして飛行機が受ける熱を軽減し、太陽からのダメージをできるだけ受けないようにしています。さて、どんどん黒い雲が近づいてきているようです。飛行機は雷雨に向かっているのです。機体は金属製の大きな胴体ですよね。幸いジェット機は電気をとてもうまく伝導するアルミニウムの外殻に囲まれています。客席の内部は雷から完全に保護され、電気系統を守って炭素の塊である哺乳類の私たちが無傷でいられるようにしています。飛行機は激しい雷雨から私たちを完全に守ってくれるので、最も安全な場所の一つなんですよ。1960年以来、嵐による大きな事故は起こっていません。喉が渇きました。自分で水を持ってくるべきでした。飛行機はそれぞれの到着地に着陸すると給水をします。水は生命の維持に欠かせませんが、飛行機の水質はどこで供給されたかに左右されます。それぞれの空港の水質は様々な要因で決定します。水を貯める場所やトラック、カート、ホース、全ての基準に差があるかもしれません。2019年、航空会社の水に関する研究で、多くの空港できれいな水が供給されていないことが発見されました。一般的に飲むのは封のしてあるボトルにしてお茶も避けましょう。でも食べ物は大丈夫ですよ。座席に座ると客席が寒いなぁと感じます。正直とても寒いのです。理由があって、飛行機の中は22度に設定されています。人が失神しそうになるのは酸素が足りないせいです。暖かい空気が客室の高い気圧と合わさると、人はさらに失神しやすくなります。空気が冷たいのはそうならないようにするためで、寒くないようにブランケットが渡されます。ブランケットで温まっていたら、乾燥した空気が鼻から入ってくるのを感じました。唇と目が乾燥します。心配しないでください。空気は 100% 安全でとても清潔です。空気の 40% はリサイクルされていますが、空気清浄システムを通ってホコリや空中のバクテリアが除去されています。残りの 60% は外から来ています。湿度はとても低くなり、あなたは心地悪さを感じます。夜になり、飛行機が着陸に向けて下降を始めます。機内の電気が暗くなっているのは、パイロットやクルー、地上スタッフのためではありません。乗客のためです。外が暗い時の着陸時、トラブルが起こったら緊急処置を始めないといけません。機内の電気が暗くされたのは、目を慣らして暗くても出口へ進みやすいようにしているんですよ。ですが幸い、今日はその必要はありません。無事空の旅が終わりましたからね。空は砂漠のように乾燥しているのでしょうか。商用飛行機は音速よりも速く飛べるのでしょうか。飛行機をテープで止めて修理することはできるのでしょうか。飛行機に関する本当デマクイズで皆さんの直感を試してみましょう。正しい答えをメモして、スコアをコメント欄でシェアするのも忘れないでくださいね。さて、1問目に行ってみましょう。商用航空は車より燃費が良い。本当？嘘？これ、実は本当です。商用フライトは、10年以上も前から乗客1人に対する1キロあたりの燃費が車よりも良い状態を保っています。技術の改善や搭乗できる乗客数の増加により、飛行機での移動にかかるエネルギーの経済効率が約 74% も減少しました。一方、車のエネルギーの経済効率の減少率は 57% です。さて、こちらはどうでしょう。飛行機には13列目が存在しない。考えてみれば、飛行機のチケットに 13A なんて見た覚えがない気がします。皆さんはどうですか？こちらも本当です。13という数字が不吉だと考えられている国では13列目は存在しません。ただし、国によっては不吉とされている数字が違ってくるため、抜けている数字が異なります。フライト中に機体の扉を開けるのは深刻な安全上のリスク。恐ろしい響きに聞こえますけど、本当でしょうか。落ち着いてください。ただのデマですよ。そもそも扉にはロックがかかっています。ロックされていなかったとしても、飛行中の飛行機の扉は誰にも開けられないでしょう。物理的に不可能なんです。機内の空気圧のおかげで扉が開かないからです。飛行機が巡航高度にある場合、飛行機は与圧されています。機内と飛行機の外の空気圧にはかなりの差があるはずです。言い換えれば、扉には客室内から
空圧力がかかっているため中から開けることはできません。さらに機体のドアはプラグドアと呼ばれています。こういった扉は内側の端が外側より広くなっています。これがバスタブの栓のように作用し、ドアに蓋をしてくれているのです。飛行機に乗っているときはサハラ砂漠のど真ん中にいるときよりも皮膚が乾燥する。皆さんは信じますか？これが本当だと思った方、大正解です。飛行機の客室は与圧されていて、客室内の湿度は 20% に設定されています。わかりやすく比較してみると、サハラ砂漠の平均的な湿度は 25% 程度、人間の皮膚は最低でも湿度 40% の状態に適応しています。だからこそフライト中は鼻や喉が乾燥したように感じるのです。数年前、とある写真が投稿直後にバズりました。この写真の中に写っていたのは飛行機の整備士。なんとダクトテープで飛行機を修理しています。さてここで疑問、これって本当？それともただのデマでしょうか？この答えは一筋縄にはいきません。まず皆さんが使っているような普通のダクトテープではないので、一部はデマと言えるでしょう。しかし写真では確かにテープの一種が使用されています。これはスピードテープと呼ばれていて、お値段1ロール700ドルなり。アルミ製の粘着テープで小さなダメージをきちんと修理するまで一時的に補修するために使います。操縦士がバミューダトライアングルを避けるのは本当？確かにかなり悪名高い場所ですよね。ここでは船や飛行機が突如消えてしまうとされています。これは確実にデマです。現在ではバミューダトライアングルに危険がないということは分かりきっています。そのため飛行機は普通にこのエリアを通過しています。飛行機はほぼ自動運転で飛行している。デマ？真実？皆さんはどっちだと思います？これは一般に広まっているデマです。超自動化された機械がほぼ勝手に飛行していると多くの人は信じていますよね。操縦士はただのバックアップなんて。実際には飛行機の操縦は細かい管理を必要とします。細やかな注意と腕の良い操縦士が必要なんです。音速の2倍の速度の飛行機がかつて存在した。本当でしょうか、それともデマ？こちらのトリビアはデマではありません。時速2140キロを記録したコンコルド、時速1234キロの音よりもかなり速く、コンコルドの速度は音速のおよそ2倍と言えます。こんな恐ろしい話を聞いたことがあるのではないでしょうか。飛行機は空中でトイレの中身をばらまく。やばい響きですが本当でしょうか。幸いこちらはデマです。真実のかけらもありません。飛行機のトイレは真空システムを使用しており、便器の中身はすべて特別なタンクへと送り込まれます。そのタンクがあるのは飛行機の後部。このタンクは地上に到着した時に空にされます。今回は難しいですよ。飛行機が東に向かって移動するとき速度はより速くなる。さて速度は本当に飛ぶ方角に左右されるのでしょうか。こちらは本当です。原因はジェット気流として知られる高高度の偏西風にあります。ジェット気流の速度は時速241キロから482キロ。地球は西から東へと自転しているため、飛行機が同じ方向へ進んだ場合、風によって速度が上がります。乗客をうとうとリラックスさせつつ、燃料を節約するため、操縦士は酸素の流れをコントロールしていると思います？これは完全にデマです。操縦士にこの質問を投げかけたら、バカバカしいと一蹴されるでしょう。実際には客室の酸素レベルは与圧によって左右されます。さてこちらはどうでしょう。世界で最も高い航空交通管制塔は高層ビル級。本当でしょうか、それともすごいデマでしょうか。信じがたいかもしれませんがこれは本当です。飛行機が着陸する際、滑走路の照明と空港の無線の助けを必要とします。これこそ管制塔の仕事の一つです。また管制塔は地上の交通管制も行います。高さが必要なこともうなずけるでしょう。タイのスワンナプーム国際空港には高さ132メートルの管制塔があります。この高さはほぼ40階のビルと同じ。建設には1800万ドルが投入されました。
さて、これもなかなか際どいですよ。未来の感度はフライト中 30% 低下する。本当？デマ？これは本当です。客室内の圧力と空気の乾燥が合わさると未来が麻痺します。何が興味深いかというと、塩気と甘さが最も影響を受けます。つまり辛いものや苦いものは普通に味わうことができるはずです。機内食を提供する会社は、機内食を準備する際に味覚の低下を考慮しています。機内で美味しく感じるように、元々のレシピをかなり変えているようです。客室が減圧される事態にあっても、酸素マスクをすぐに装着すれば、あとはリラックスして呼吸をするだけ。マスクはフライトの最後まで使用が可能。これは本当だったらいいと思いますよね。残念ながらデマです。乗客用の酸素マスクは10から15分間普通に呼吸をすることができるだけの酸素量を提供します。言い換えれば、これは一時的な解決策に過ぎません。ほとんどの場合、これだけの時間があれば、飛行機は地上3000メートルまで降下が可能です。ここまで来れば、人間はマスクなしでも普通に呼吸ができるでしょう。さらに飛行機は急降下します。そのため数分分の酸素が残るはずです。ところで、酸素システムはメンテナンスの際に定期的にチェックされています。さらに乗客や操縦士の酸素供給は電気に頼っていません。マスクは個別の酸素供給器によって生成されています。機内で電気系統に問題が発生したとしても、酸素の供給が断たれることはないでしょう。多くの人が飛行機は最も安全な移動手段だと言いますよね。皆さんは信じますか？これはただのデマです。フライトは2番目に安全な手段です。研究によれば、最も安全な移動手段はエレベーター。残念ながらエレベーターではバハマまでは行けないですけど。なんて今のは冗談ですよ。統計的に飛行機は最も安全な移動手段です。さて、皆さんはいくつ正解しましたか？下のコメント欄で教えてくださいね。私は8個。どうだ？その旅客機は離陸から25秒後に奇妙な音と振動を感じ始めました。あらゆる方法で状況を改善しようとしてもうまくいきません。エンジンの失速は続いています。離陸から1分後、旅客機は上空 1km の地点にいました。その時点で両方のエンジンは停止していました。まず右エンジン、そして2秒後に左エンジン。パイロットは空港に引き返す決断を下し、同時にエンジンの再始動を試みました。しかしこれもうまくいきません。パイロットたちは機首を下に向け、滑空のための加速を得ようとしました。しかし、じきにそれでは空港までたどり着けないことがわかりました。果たして旅客機は墜落するのでしょうか？今回の物語は、ゴッドローラの奇跡と呼ばれるある出来事です。その日はいつも通りの朝でした。フライト前の手順も同じ。天気は良好。フライトクルーはベテラン揃い。デンマーク人の機長は44歳で8000時間以上の飛行経験を持っています。副操縦士はスウェーデン人パイロットで、飛行時間は3000時間。問題が起こるはずがありません。通称ダナ・バイキングと呼ばれるマクドネル・ダグラス機も、初飛行が行われたのは1991年3月16日と、その日までまだ9ヶ月しか稼働していない新品の機体です。乗り込んでいたのは乗客122名と乗務員7名。スカンジナビア航空751便はスウェーデン・ストックホルム発、ポーランド・ワルシャワ行き。途中でデンマーク・コペンハーゲンを経由する予定でした。旅客機は午前8時47分にストックホルムを定刻通りに出発。しかしその時点で、すでにこの事故は運命づけられていました。問題は離陸前に発生していたのです。前日の夜午後10時9分にチューリッヒからストックホルム空港へ到着したこの機体は、ゲートの外で夜を明かしました。その夜の気温は1度。あと少しで水が凍る温度です。状況を悪化させたのは2トン以上の燃料。飛行中に冷え切ったこの燃料は、いまだに両翼の燃料タンクに収まっていたのです。巡航高度の気温はマイナス60度からマイナス80度。飛行時間は1時間40分でした。深夜を過ぎた頃、メカニックが機体のチェックに訪れました。彼は降着装置を点検のために泥を落とし、2時過ぎに戻る際、翼の上に氷が固まっていることに気づきました。
朝になるとこの状況はさらに悪化。翼の上に目で見てはわからない氷が張っていたのです。旅客機はゲート離陸の1時間前午前8時30分に出発せねばなりませんでした。メカニックは翼の下側に氷がくっついていることに気づき、翼の上にもそのような氷がないか確認しようとしました。はしごを登り、翼に膝をつき、翼の全部を確認。見つかったのはただの泥だけでした。しかし、万全を期すためにエンジンの吸気口を確認しても特に異常は見つかりません。その後、彼は800リットル以上もの除氷液を使い、氷を取り除きました。機長とも相談し、スタッフに翼の下側の氷も取り除かせてはどうかと話し合いました。確かにその場所に氷は存在していたのですから。しかし、この時翼の上に透明な氷が残っていないか念のためにチェックすることを誰も思いつかなかったのです。全ての作業を終えた後、メカニックは機長に氷は全て取り除かれたと伝えました。翼の上にあった雪と氷は全くなくなったのだと。機長はメカニックに礼を言い、離陸前の手順に戻りました。旅客機は滑走路へタキシングをしていました。エンジンの凍結防止システムにも異常は見られません。しかし、後に乗客が語ったところによると、この時離陸時に翼から氷が滑り落ちたのが目撃されていたのです。ストックホルムへ向けた離陸は順調に進みました。しかし、その直後見逃されていた氷が落下し、フルスピード状態で両側のエンジンへと衝突、ブレードを破壊しました。これによりエンジンサージが発生してしまったのです。客室に乗客として乗り込んでいたスカンジナビア航空のパイロットパー・ホルムバーグはこの異変にすぐさま気づき、後部に座っていた乗務員に右エンジンがサージを起こしていると伝えました。それを受けた乗務員はパイロットに状況を伝えようとしましたが、それは失敗に終わりました。ホルムバーグはコックピットへ行き、パイロットたちを手伝えるかどうか尋ねました。副操縦士は非常事態のチェックリストを彼に渡し、尾翼の補助パワーユニットを稼働させるように頼みました。ホルムバーグの助けは不幸中の幸いでしたが、果たしてこれで機体と乗客は救うことができるのでしょうか。高度270メートルにまで降りた頃、空港への安全な着陸はいよいよ非現実的なものになりました。どこかで不時着しなくてはなりません。ホルムバーグは客室乗務員に指示を伝え、客室は緊急着陸に備えることになりました。北には広い平原が広がっています。しかし、そこに到達するほどの時間はありません。そこで機長が選んだのは、進行方向の森林地帯に開けた小さな原っぱ。スウェーデン・ウップランド地方のゴットゥーローラ村にほど近い場所です。ホルムバーグがフラップを開いたとき、機体は地上にかなり近づいていました。高度40メートルの時点で膠着装置が出されました。次の瞬間、機体の後部が地面と接触し折れていきました。旅客機は速度を出したまま原っぱの上を滑っていきました。機体は膠着装置で地面をえぐりながらそのまま100メートル滑っていきました。胴体は3つに分解されたものの、幸い火災は起こりませんでした。不時着現場の写真を見ると、機体が部品をばらまきながらバラバラになっている様子がわかります。そんな中で乗客129名全員が生還したというのはまさしく奇跡でした。乗務員の素早い対応と適切な対応が功を奏したのです。彼らは皆落ち着いて乗客に衝撃に備える姿勢を取るよう伝えました。また4名を除いた乗客は皆自力で機体を脱出しました。この事故は間違いなく奇跡の名にふさわしいものだったでしょう。しかし、9ヶ月稼働した機体は見るも無残な姿になっていました。乗務員の対応は皆から称賛されました。不時着は刻一刻と状況の変わる危険な中で高い技術で行われていました。機長はパイロットは皆訓練を受けているが、それを実践することになるのはごく限られた数だと語り、皆が生還したことと共に乗り組んでいたクルーを誇りに思うと語りました。しかし、彼は二度と旅客機のパイロットとして仕事を続けることはありませんでした。猫はどうして人間を食べるのが好きなんでしょうか？あ、読み間違いです。猫はどうして人間を舐めるのが好きなんでしょうか？これにはいくつか考えられる理由があります。まず、猫はあなたの皮膚から化学物質を集め取っています。あるいはあなたを所有物としてマーキングしているのかもしれません。いかにも猫らしいですね。
また信頼を示しているのです。これはあなたを恐れていないというメッセージでもあります。熟したバナナが甘くなる理由、果物は勝手に種を遠くに運ぶことができません。これができるのは動物が種を食べた場合。というわけで、果物は種が成熟する一定のところまで育つと糖度が増し、動物に食べてもらいやすい状態になるのです。種は動物の消化器官を通じて外に出るまでの間、消化されぬよう特殊な層で守られています。その様子は映像でお見せしない方がいいですよね。私たちの皮膚は長い間水の中で過ごすとシワクチャになります。お風呂で5から10分ほど過ごすと手にシワが寄ってきますよね。これに対する科学的な説明は、濡れた滑りやすい場所でもしっかり物をつかめるようにというもの。指先がシワクチャになっていれば、水中のものや濡れた物体などをしっかりつかむことができるようになります。またスタッドレスタイヤの要領で水を弾くこともできるというわけです。酸っぱいものを食べた時、舌だけではなく顔も酸っぱい顔になりますよね。酸味によってこの反応が起こるのは、酸から出される水素イオンが唾液と反応するため、口の中いっぱいに化学反応が起こっているのです。口の中に酸味が広がると無視できないほどの激しい信号が神経を伝わります。これは私たちの祖先が自然界で見つけた植物には毒を持ったものが多かったためで、その多くは酸っぱいものでした。そこで現在も酸味は味覚を通じて激しい反応を引き起こし、あなたの顔をしかめっ面にさせるのです。これとかね、航空機に白っぽいペイントを施すと色の暗いペイントに比べて総重量は増します。白いペイントには黒いペイントよりも固形物が多く含まれているためです。固形物が多ければ多いほどペイントの重量は増すため、白いペイントが最も重い部類の塗料となるのです。それでも機体は白い方が効率的です。これは考え方にもよりますが、白いペイントは太陽光をより反射します。色が違えば吸収する光の波長も違うため、明るい色の機体の方が吸収する熱の量が少なくなります。その結果、機内の温度上昇を抑えることができ、全体を涼しく保つことができるのです。プラスチック製のカップで熱いお茶を飲んでいる際に変な味がしたとしても怖がる必要はありません。プラスチックから何かしらの物質が溶け出しているかもしれないと思うかもしれませんが、大抵はそうではないのです。人は味を感じるとき、すべての感覚を総動員させます。そのためストロベリームースは黒いお皿よりも白いお皿で食べた方が甘く感じ、高い音を聞きながらチップスを食べるとパリパリ感が増したりします。ココアはオレンジ色のカップから飲んだ方が美味しくなります。プラスチックのカップは自動販売機のお茶がそこまで美味しくないという連想から、焼き物のカップで飲むよりも味が劣って感じられるのです。フラミンゴはよく片足立ちをしています。ある仮説ではこれにより体温調節をしていることになっています。それを裏付ける証拠は、地上よりも水の中に立っている際にこの動作が頻繁に行われること。また別の仮説では、これは体温だけではなく体力を温存するためにしている姿勢だとしています。フラミンゴは長時間立つ際、片足の方が安定するのです。足の腱をロックすることで筋肉を激しく動かす必要がなくなります。見た目もいかにもフラミンゴって感じになりますしね。同じ音が繰り返されるとイライラするのはなんででしょう。それは簡単、私たちの集中を妨げるから。時計の針の音といった同じ音はすぐに意識から消え去ります。しかし中には神経を逆なでするような音がたくさん存在します。例えば蛇口から落ち続ける水の音がその例です。イライラの原因はその音をどうにもできないから。いつでも好きに止められる音であれば、そこまでイライラの原因にはなりません。太陽系のすべての惑星が同じ方向に太陽を公転しているのはなぜでしょう。46億年前にそのヒントがあります。当時太陽系がまだ生まれていなかった頃の宇宙には、さまざまな物質が浮かんでいました。塵やガスの雲が今太陽や惑星があるところに存在していたのです。この雲は太陽系に位置する星雲のようなもので、これが太陽系の元となりました。星雲とは一般的に
恒星と恒星の間にある宇宙に存在する塵やガスの雲で、これをもとに新たな恒星が生まれます。この星雲が集まったことで、その中心に太陽が生まれました。そして残りの物質が集まって、現在の惑星や衛星、小惑星を形作ったのです。この時、すべての物質はまるでピザ生地を平たくするかのように、平たく大きくなりながらぐるぐると回転していました。もともと雲は一定の方向に回転していたため、すべての生まれた惑星もその方向に回り続けたのです。公転軌道を逆向きにするには相当な力が必要になります。人が歌うのが得意なのはどうしてでしょう。人の声の音域を決めるのは3つの要素です。一つは横隔膜、もう一つは声帯、そして喉の形。とはいえ、音を美しく響かせるためには練習が必要です。そう、練習。基本的に人は聞いた音程を声で再現することができます。しかし、音程を出すことと歌うような声を出すことは、無意識な小さな筋肉の収縮という話をすると天と地ほどの差があります。この筋肉は歌う際の感情などの影響を受けながら声の調整を行います。ピアノなどを奏でる際も指が広く開けば有利ですが、やはり鍵盤を押す力加減やタイミングといった細かい部分の方が大きな差を生みます。犬はどうして高い音程を人よりも聞くことができるのでしょう。人が聞ける音の範囲は 20kHz から 45kHz。ほぼ全ての哺乳類はその他の脊椎動物に比べて高い音を聞くことができます。鳥が聞けるのは 12kHz まで、爬虫類、両生類、魚類は 5kHz までの音が聞こえます。哺乳類は高い音で互いにコミュニケーションをとっているわけではないものの、この力によって音の出どころをよりよく見つけることができます。哺乳類が使っている音を聞く仕組みは、それぞれの耳が受け取る音の周波数の違いを脳が比較することで行われます。頭は片耳から入った音を吸収しながらシャドーイングします。そして脳はより高い音をより吸収します。そのため哺乳類は幅広い音を聞くために高音をよく聞く必要があるのです。ネズミは 90kHz まで聞ける必要がある一方、ゾウは 10kHz まで聞こえれば十分です。犬は人間よりも頭の大きさが小さいため、中間あたりに位置します。海がしょっぱい理由は何でしょう。科学的に言うと、塩は塩化ナトリウム。しかし海に存在する塩は全てがそうではなく、カルシウムやマグネシウムのイオンという形で存在してもいます。そのほとんどの出所は地上の岩石。風や雨による浸食によって削られた岩石が最終的に海に行き着くのです。岩石の成分は川に溶け込み、それが海へと運ばれます。海に存在するイオンの約 85% はナトリウムと塩素、マグネシウムと硫黄はおおよそ 10% 程度です。海にたどり着いた塩はその後生物に取り込まれる形で海から外へと出ていくことになります。しかし地上からは絶えず海に水が流れ込んでいるため、海の塩分濃度はほぼ一定に保たれています。また海は熱水溝からも塩を得ています。地下を流れるマグマが深海の噴出口を加熱するのです。十分加熱された噴出口はその周辺の岩石や鉱物と海水との化学反応を促します。海はどこの水を舐めてもしょっぱいですが、実は世界のどこにいるかによってその濃さは違っています。これもちょっとした豆知識ですね。外が寒すぎると飛行機が遅れたり、極端な場合には欠航することがよくありますよね。まず大雪が降ると視界は大幅に低下するので離陸が難しくなります。飛行制御系は吹雪の間航空機に地上に留まり、吹雪が収まるまで待つように命令する場合もあります。もう一つの理由として、滑走路の氷もあります。飛行機の着陸装置は車の車輪と異なり、横滑りを防ぐためにスタッドを装備することはできません。たとえ装備できたとしても、飛行機がうまく離陸するには平均的な道路よりもはるかに速い速度でなければなりません。滑走路が氷で滑りやすい場合、飛行機は滑走路から簡単に外れてしまうことになるんです。実際にこのようなことが過去にあったんです。例えば2014年の1月、ある飛行機は滑走路から雪に滑り込んでしまい、ニューヨークの JFK 空港は閉鎖されてしまいました。
幸い負傷者はいませんでしたが、空港職員は雪の中から機体を掘り起こさなければならず、地元の警察も加わることに。着陸についても同じことが言えますが、着陸の場合はさらに飛行機がコントロールできない環境にあり、高速で移動しているため、凍結状態ではより注意が必要なのです。また離陸しようとしている飛行機が滑ってオープンエリアに入ってしまえば、そこで一旦停止しますが、着陸しようとしている飛行機が空港のインフラストラクチャーに衝突する可能性があります。言うまでもなく、それは全ての人にとって危険。また凍結すると飛行機自体に霜や氷が付着することがあります。飛行機は慎重に設計されており、その構造を改ざんすると大きな問題が発生するかもしれないのです。経験豊富なパイロットによると、飛行機の翼の上に張った薄い氷でさえ飛行機の繊細なデザインにダメージを与え、揚力を破壊する可能性があるとのこと。ただし飛行機は除氷することができます。空港のスタッフは通常航空機の外板に氷がとどまるのを防ぐ特別な液体を飛行機にスプレーします。滑走路の話に戻りましょうか。氷で覆われてしまえばできることはほとんどありません。太陽が出ていない限り舗装から氷を安全に取り除くのは難しいのです。また舗装に損傷を与え、地面に穴を開け、離陸と着陸のどちらも安全にできなくなる可能性もあります。車でくぼみの上を全速力で運転することを想像してみてください。かなり不快ですよね。そして危険。飛行機は車よりもはるかに重いので、飛行機の場合はその不快さが約1000倍になります。それに着陸装置は運転用に正しく配置されていません。ジェット燃料とポンプで送る機器も温度が低すぎると凍結する可能性があるのです。燃料はマイナス40度で凍結しますが、それは離陸前の地上でのみ発生します。巡航高度では気温が華氏マイナス57度まで下がる可能性がありますが、液体は機内にあり着実に燃焼するため、そこでははるかに暖かいのです。しかし地上では燃料が氷に変わるのを止めるものは何もなく、もしこのようなことが起こったら飛行機が飛ぶことはありません。ポンプ装置も同じ。燃料がまだ液体であっても、ポンプが氷で覆われて飛行機のタンクへの燃料供給を停止する場合があります。最悪のシナリオでは故障することさえあり、大規模な修理とフライトの長期遅延につながる可能性もあるのです。最後に、地上乗組員は離陸または着陸の前に数々の作業を行う必要がありますが、彼らも人間なので氷点下の寒さに長時間耐えることはできません。そのためグループ分けをすることがよくあるのです。一つのグループは現場に出て仕事をし、もう一つのグループは避難所で彼らを待ちます。約20分後、最初のグループは暖かい場所に戻り、二つ目のグループが代わりに仕事を引き受けます。効率的ではありますが、それでも作業が大幅に遅れるため遅延が発生する可能性もあります。氷点下の天候が引き起こす可能性のある問題はたくさんありますが、それでも飛行機にとっては極端な暑さよりもマシと言えるでしょう。冷たい空気は暑い空気よりも密度が高いので、飛行機の揚力はより高く、空中にいる間も確実にとどまります。また飛行もコントロールしやすいのです。空気分子はより遅くて近く、翼とコックピットの周りに安定した空気の流れを作り出します。高高度では空気分子が広がり不足するにつれて、空気も自然と薄くなるのです。飛行機が大気の上層にたどり着けないのはこれが理由。揚力をたっぷり生み出すのに十分な空気がそこにないのです。地面が暑すぎる場合も同じことが起こります。空気分子はより早く広がるので、飛行機の翼は押し出して飛行モードに入るほどの空気がありません。極度の暑さで離陸するには、飛行機は十分な空気抵抗と揚力を生成するためにはるかに早く移動する必要があります。より早く移動するには、飛行機のエンジンがよりよく機能しなくてはなりませんが、暑すぎるとこれは不可能。空気が薄くなると酸素の量も減ることになります。またジェットエンジンは大気中の酸素を燃焼に使用します。この重要な要素が不足していると、十分なエネルギーを推力に変換することができません。
結果加速が遅くなり、全体的にエネルギー出力が低下するのです。離陸をするためには十分な速度と揚力を構築できる長い滑走路が必要ですが、エンジンは最大限に機能していないため、これも難しいのです。通常問題になることはありませんが、ある程度になると問題が発生します。地上の気温が約40度に達すると離陸を試みるのは危険であるため、一部のフライトは欠航になる可能性があるのです。他の飛行機はより耐熱性があり強力ですが、それでも熱の影響はあります。航空機によってはあまりの暑さに燃料や貨物の一部、あるいは乗客の一部を取り除いて重量を減らさなければならないこともあります。軽ければ軽いほど離陸前の加速が良くなるので欠航を回避することができますが、同時に飛行機が最大限に機能していないことも意味します。飛行機の平均巡航高度は約9200メートル。技術的にはそれほど高い必要はありませんが、その高度が最高の速度と効率をもたらします。高度が高くなると空気が薄くなり風の抵抗が少なくなりますが、同時に揚力も低下することになります。民間航空機のほとんどでは9200メートルから12200メートルの領域が2つの要素のバランスをとる最適な高度なのです。1999年から同じパソコンを使っているという人はおそらくいないですよね。そしてパソコンは音速に近い速度で飛んでいません。幸いなことに飛行機はパソコンよりも寿命がはるかに長いのです。中には1970年代初頭から使われている旅客機もあります。速度と燃料効率は劣っているかもしれませんが、それでも現代の飛行機と同じくらい安全。飛行機雲は高高度で残されることが多く、エンジンの排気ガスと間違えられがちですが、ほとんどは水蒸気に過ぎません。飛行中、空気中の水分はエンジンに集まり排気口から排出されます。エンジンも出る高温の湿った空気は高地で見られる低温の乾燥した空気と混ざり合い、長く細い蒸気の線を作るのです。湿度は飛行機雲がいつ形成され、どれだけ長く残るのかを決定します。滑走路の端にある数字に気づいたことがある人はいますか？これらは実際には飛行機が向いている方向をパイロットに示すために使用されているのです。例えば36は360度、つまり真北の方位を表します。数字とともに R と L などの文字は最も近い滑走路が右か左かを示します。飛行機の翼の先端にあるライトはポジションライト、またはナビゲーションライトと呼ばれており、視界が悪い時に使用されます。それらは飛行機が暗闇の中でお互い見つけ出すのを助け、航空機がどの方向に進んでいるかをパイロットに伝えることができます。赤色のライトは左翼の先端を示し、緑色のライトは右側にあります。3番目のライトは白で、尾の上または近くにあります。乗組員が窓のシェードを気にすることが奇妙に思えるかもしれませんが、その主な理由は乗客の目が外光に順応できるようにするためです。ほとんどの場合、素早く人々を乗り降りさせることが目的ですが、緊急時にも飛行機からすぐ避難できるようにしています。影ができるのは光の通り道に物があるから。光は直線で移動するため、光源の前に物があると影ができるのです。そしてこれは鳥や飛行機も例外ではありません。でもそれを私たちは見ることができないんです。物体を光源に近づけるほどその影は濃くなり、その反対も同じです。物体が遠すぎるとその影が分散します。民間航空機は約 12,191m で飛行するため、このような高さでは影はもちろん、飛行機自体もほとんど見えません。地球の表面から離れすぎているため影が散らばっているんです。鳥にも同じことが言えます。しかし巨大な小惑星が地球を通過した場合、月食や日食と同じ原理に基づき影が見えます。月が地球と太陽の間に直接あり、太陽の光線を遮るのが日食です。これにより地球の一部に影を作ります。月は太陽の400分の1ですが、我々の惑星から400倍近い距離にあるため、空では同じ大きさに見えるのです。
しかし月は小さいので、その影は地球全体を覆うのに十分なサイズではなく、月の一部にしか投影されません。稲妻は三角形、直線、円ではなくジグザグの形をしています。稲妻は家の電流に似ていますが、はるかに強力、常に最も抵抗の少ない道をたどります。空気中には埃の粒子やガスなどの物質がたくさんあるので、不均一で不規則なのです。砂の山があるとしましょう。水を注ぐと、水は一直線に下向きに流れるのではなく、特定のパターンで流れ、砂の中を通る最良の方法を探しますよね。稲妻でもこれと同じことが起こります。南極には動いている巨大な海の波のように見える氷山がありますよね。その外観にもかかわらず、これらは長期間にわたって作られます。氷は風やその他の要素によって持ち上げられ、圧縮や形が作られ、最終的には波の形になるんです。血の滝は南極の氷河で血のように見える赤い液体を注ぎ出します。科学者たちは氷河の下の鉄分を多く含む塩湖が原因だと述べています。塩水は淡水よりも低い位置で凍結するので、上の氷が溶けて川が流れます。これは我々の惑星上で最も冷たい氷河なので、水は溶かすことなく絶えず流れるのです。赤い色は水中の鉄が原因。南極大陸は爬虫類を見つけることができない唯一の大陸。爬虫類は冷血動物、つまり環境の熱を使って体を暖かく保つため、南極などの冷たい氷の地域では生き残ることができません。そのためペンギンはリラックスできるんです。ヘビやワニに邪魔されることがありませんからね。サハラの領土は4分の1のみ砂です。山やオアシスがありますが、砂漠のほとんどは砂利で覆われています。それでもサハラは地球上で最大の砂漠ではないんですよ。実際には南極大陸が最大の砂漠なのです。人と同じように木も一定の年齢で成長をやめます。木が古くなり特定の高さに達すると、重力により土壌から水を引き出し最上部まで汲み上げるのが難しくなるからであると科学者は述べています。バオバブのような種類の木は成長しきると上ではなく横に伸び始めるのです。なんと毎年1センチメートルまで膨張するんですよ。オーストラリアは世界で最も動きの速い構造プレートの一つであり、毎年北に 6.3 センチメートル移動します。これは爪と髪の毛の成長速度とほぼ同じ。テレビで何かを見ようとすることが人生を無駄にしていると感じているあなた、実は結構そうかもしれないんです。一般的に人は人生を通して 1.3 年かけてチャンネルを切り替え、見たい番組を探しているんだそうです。夜でも虹は見えます。これは月の虹、もしくはムーンボウと呼ばれる現象のこと。月の光が大気中の湿気や水滴によって反射分散されるときに現れます。月の虹は主に降水量の多い地域や霧に囲まれた滝の近くで発生します。陸上に卵を落とすと間違いなく割れますが、海底 18.3 メートルでは卵にかかる大気圧が 2.8 倍になります。そのため透明な殻があるようにそのまま形を維持し、奇妙なクラゲのように見えるんです。星は実際にはきらめきません。光は一定で安定していますが、地球の大気に干渉すると空気中をぶつかって跳ね返り光が曲がります。空気の様々な層は絶えず動いており、それによって光の曲がりも変化するためきらめくように見えるのです。カナダのハドソン湾は地球の他の場所よりも重力が低い地域。宇宙のように誰もが自由に浮かんでいるわけではありませんが、自然なダイエットを体験しているように感じるかもしれませんね。重力が低いと密度も低くなるため、他のどの場所よりも体重が少なくなるんです。重力は地球の密度に依存するため不均一なんです。最後の氷河期が到来した時、ハドソン湾は 3.2 キロメートルの厚さの氷河で覆われていました。とても重かったため、その下の岩を押し下げ続けたのです。
2万年以上前、氷河は溶け始めましたが、湾領域はかつてそこにあった重い氷により変形したままでした。月でプレイされた唯一のスポーツ、それはゴルフ。1971年、宇宙飛行士が月に行き、2つのゴルフボールを打ち、月面の低重力大気中を飛んでいきました。万里の長城の長さは 8045km なので、その長さを歩くのに約18ヶ月間かかります。ちなみに肉眼で宇宙から見ることはできません。ロブスターは生物学的に不滅ではありません。時間とともに老化しますが、同時に細胞の修復の役割を担う特別な酵素も生成します。また DNA を無期限に複製するため長く生きることができるんです。海の最深部に行くと1平方インチあたり8トンを超える強い圧力を感じることでしょう。これは50個のジャンボ機があなたの上に乗っかっているようなもの。太陽は我々の太陽系で見つけることができる最大の物体。多くの岩だらけの惑星、ガス巨星、小惑星、準惑星がありますが、太陽は依然として太陽系の総質量の 99.8% を占めています。太陽は現在ライフサイクルの中で最も安定した段階にありますが、約50億年後には燃料である水素が不足します。我々の惑星の大気はプリズムのように機能するので、夕日を見ることができるのです。科学はそれを散乱と呼んでいます。日没時には私たちと太陽との間の距離が長くなるので、空気中の粒子や分子が多くなります。スミレ色の短波長と青色の光の一部を異なる方向に散乱させるのです。このプロセスは太陽光線が目に届く前に何百万回も発生し、その時にオレンジや黄色など他の色のスペクトルが表示されることになります。津波は時速805キロ以上の速度に達する可能性があり、これはジェット機と同じ速さなんです。エネルギーを保持する、つまり海を横切って移動することができ、岸に到達するまでほとんどエネルギーを失うことがありません。タコは海で最も知的な生き物の一部、迷路や問題を解決し素晴らしい短期記憶を持っています。科学者たちはタコはとても活動的な生活を送っているため賢い生物であると信じているのです。早く動き、予測できない場所に隠れ、新しい生息地を見つけ、変わったパターンで動き、隙間に触手を入れて食べ物を手に入れます。これはすべてタコの脳が常に発達するのに十分な動きなのです。イースター島にあるあの人気の高いモアイ像には胴体があるんですよ。ただ地面の下に隠れているんです。この島には約900ものモアイ像が建てられています。科学者はニュージーランドが水面下にあるより大きな陸地の一部であることを発見しました。全土地の 94% が地表下にあるんだそうです。ジーランディアと呼ばれ、微小大陸とみなされています。いつかリストの8番目になるでしょう。今日はここまで。旅客機のシートポケットには雑誌や安全のしおり、その旅行会社の情報を記したパンフレットなどが収められています。と同時に、そこはゴミや汚れ、雑菌が大量に溜まっている場所でもあります。例えば乗客が咳をしたり鼻水を出したりした時、とっさにティッシュで顔を拭きますが、そのティッシュ一旦シートポケットに入れたりしませんか？すると次の便に乗った乗客がそのシートポケットに私物を挟んだりするわけです。すると大量のばい菌が運ばれることになります。シートポケットがこれほど汚いのは何も不思議なことではありません。誰もがゴミをそこに入れてしまうのです。食べかけのキャンディーバーにおむつ、リンゴの芯、ナッツなどなど、生ゴミやそれ以上のゴミがそこに残されるというわけです。ゴミは一旦清掃で取り除かれますが、しっかりとしたクリーニングが行われるわけではありません。その清掃の程度は航空会社に委ねるしかありません。私たちが物を食べたり私物を乗せたりするプラスチック製のシートテーブルも機内で最も汚い場所の一つです。
テーブル上にはおよそ3センチメートル四方あたり 2000CFU、 すなわち2000コロニー形成単位の雑菌がはびこっています。テーブルの表面はコップの滑り止めをする目的でザラザラとしています。この表面が雑菌がくっつくきっかけとなるのです。甘い炭酸飲料やジュースがこのテーブルにこぼれ、雑菌の繁殖環境が生まれます。雑菌にとってプラスチックの表面は人の皮膚の上と同じくらい快適なのです。清掃の行き届いていないテーブルの表面にはこのような雑菌がうようよいます。エアコンの送風口も常に誰かが操作していますし、ベルトのバックルはそういう意味では一番触れられている場所でしょう。平均的なバックルにはおよそ3センチメートル四方あたり 1000CFU のバクテリアがついています。乗客はトイレへ行くたびにバックルに手を触れます。手を洗った後でも座席に戻ろうとする乗客は揺れる機内で体勢を保つためにいくつものヘッドレストをつかみます。そうして戻った座席でベルトを締めた後、彼らは顔や目、スマホ、そして食事に手をやるのです。空港も雑菌を広げるきっかけになりかねない場所ですが、空港は清掃が行き届いています。しかし地下鉄やバス、タクシーの場合そうとも言い切れません。地下鉄の扉や荷物棚、座席、手すりはめったに清掃が行われません。ここも雑菌だらけになっています。ニューヨーク市の地下鉄は世界で最も汚い場所の一つだと言われています。すべての表面においておよそ3平方センチメートルあたり200万 CFU という数値を叩き出しています。しかもその中には新種の菌までいるのだとか。バイ菌は人によって運ばれます。トイレに持ち込まれることもあるほどです。そもそもスマホには便座の10倍の大腸菌がついていると言われています。大腸菌は消化器系の不調や発熱を引き起こす菌で、スマホのような熱を持った表面であれば何時間も生き残ることができます。最善の対策はスマホに触れる前にしっかりと手を洗うこと、それから除菌シートなどでの消毒を定期的に行うこと。現代人は昼夜問わずスマホを持ち歩いています。つまり日中拾ったバイ菌は全てスマホの上に付着するのです。リモコンも人が手を触れまくるものの一つ。しかし掃除の最中リモコンをきれいにするという発想はあまり出てきません。リモコンは床に落ちソファーの隙間に挟まります。暖かい、暗い、ゴミや汚れだらけのカビやバイ菌の温床に常日頃から触れているのです。時折除菌シートでピカピカに消毒してあげましょう。バースデーケーキのろうそくを吹き消す行為も唾を撒き散らす行為だったりします。誰かが病気だったりすると残念なパーティーになってしまうかもしれません。ろうそくを吹き消すのはやめるか、毎日が誰かの誕生日なのだからちょっとの唾くらい平気だと割り切るかをしなくてはならないでしょう。 ATM には1日に何百という人がやってきます。タッチパネルを操作する人のうちの一人はおそらく何らかの病気を持っていて、インフルエンザや風邪といったウイルスを広げているでしょう。例えばインフルエンザウイルスは物の表面で2日間生きることができます。もう治ったという人でもその後しばらくはウイルスを広げる恐れもあります。 ATM は時折清掃が行われますが頻繁ではありません。大都市の場合、一つ一つの機械を拭いて回るのは労力がかかりすぎます。お札1枚を取ってもバイ菌だらけということも知っておきましょう。主に大腸菌、ブドウ球菌のほか、ニキビの原因菌が潜んでいます。お札はご家庭のトイレに比べてより多くの菌を運んでいるという報告もあります。バイ菌にとっては理想的な環境なのです。お札の額は小さいほど汚れている傾向にあります。額が小さいお金の方が使用頻度が高いためです。お札は消毒も行うことができません。しかし銀行で新札と変えてもらうことはできますから、できるだけ綺麗なお札と変えてもらえることを祈りましょう。お金に触れた後は手の消毒も忘れずに、念のためですからね。ショッピングカートも公衆便所より汚れていると言われています。便座や水洗レバーよりもです。スーパーなどで手の消毒のアルコールをよく見かけるようになりましたね。中にはその容器を都度消毒しているというところも出てきています。しかしそれでも人が手で触れる場所は汚いことは汚いのです。
3センチメートル四方あたりのバイ菌の数は10万個。常にきれいに保つのは不可能でしょう。歯ブラシのホルダーは濡れている上にめったに掃除がされません。お家では最も汚い場所の一つです。定期的に掃除をしていないのであれば、そこでサルモネラ菌や大腸菌、カビなどが繁殖する恐れがあります。毎週熱い石鹸水で洗って病気になることを防ぎましょう。歯ブラシは3から4ヶ月おきに交換しましょう。歯ブラシは乾燥するまでに時間がかかるため、カビや菌類が育つ温床となります。口の中には600種ほどのバイ菌が住んでいます。キス1回で8000万個のバイ菌が移動するとも言われています。頻繁に歯磨きをする場合、歯ブラシの表面には1000から10万個のバクテリアが住んでいます。歯磨きの頻度が低い人の場合、その数は1億から10億個に増えてしまいます。お家で一番汚れているもの、それは台所用スポンジ。濡れていて水をよく吸い、食べ物や汚れに常にこすりつけられています。作業台の上を拭いた手入れ、その汚れを広げまくってもいますね。スポンジは清潔さを保つのが難しいものです。最善の方法は、匂いがし始めたらすぐ交換すること。スポンジが汚いのであれば、シンクも同様です。シンクでは果物や野菜を洗いますし、生肉も処理します。そんな中に洗い物としてお皿が置かれます。このような環境下では、大腸菌やサルモネラ菌、その他もろもろの汚いものが繁殖してしまいます。表面や排水口にしがみついたバイ菌が爆発的に増えてしまうのです。シンクはその都度洗いましょう。できるだけ乾燥させ、カビの繁殖を防いでください。レストランのメニューや調味料容器も清掃頻度が足りません。風邪をひいた人が先に使っていたとしたら、あなたの手や結果料理にもその菌が付着します。メニューは毎回消毒がされません。そして客は椅子やテーブル、顔、髪など汚い場所に手を触れながらメニューを眺めるのです。犬のおもちゃもバイ菌やカビの繁殖を抑えるために、定期的な消毒を行いましょう。犬がそれを口に含むたびに運ばれるのは、口の中のバイ菌だけではありません。犬の唾液が濡れた環境を作り出し、その他のバイ菌が繁殖するのです。それに、犬がお家やお庭で何を拾ってきたかは分かったものじゃありません。カバンやバッグにも人が考えている以上のバイ菌がついています。よく汚い床の上に置きますし、トイレの床にだって置く人もいます。それをカウンターの上に、と思えば路上に。こうしていろいろなバイ菌、例えばサルモネラ菌や大腸菌、カビなどを運んで回っているのです。アルコールシートをカバンに入れておくと、必要な時に取り出せて便利です。水飲み場はバイ菌にとってのパラダイス。3センチメートル四方あたり200万個以上のバイ菌が蛇口に住んでいます。この場所は濡れている上に人の手が頻繁に触れます。誰かが咳やくしゃみをして、それが水の中に入ると、循環式の場合は次の人がそれを飲む羽目になります。70年代の宇宙探査ミッションのために作られたアポロ月面車のことは誰もが覚えていますよね。宇宙飛行士を特定の探査のため移動させただけでなく、写真の撮影や研究用の土壌サンプルの収集もしました。この車を設計したのは、飛行機メーカーとして有名なボーイング社で、かかったコストは3800万ドルでした。現在、イーロン・マスクのソファーの下の小銭の額ぐらいですかね。遠い未来にはテクノロジーが大きく前進し、月面を走行する普通の車は現在ある普通の SUV のようになるでしょう。洗練された外見で現在の有名な自動車メーカーが製造しているかもしれません。月面車は前後左右に動くため、 T 字型のスロットルが採用されました。未来の月面車は音声認知式で、人間の操縦は最小限にすることが可能でしょう。それから地球をよく見るためのアースルーフもいりますね。だって月面にいるならムーンルーフはいりません。どちらにしても月で運転する時の環境は、火星やその他の惑星ほど過酷ではありません。上陸用舟艇のバイキング1号が初めて火星に打ち上げられたのが1975年8月20日だったことには驚きますよね。そして火星に到着したのは1976年の6月19日です。ですが、何十年も経って6本の足と
6つの車輪を備えたキュリオシティが可愛いロボット探査車として注目されました。起伏のある地形に耐えられるよう設計されていたので、遠い未来には似たデザインで人間が操作する車で火星の夕日を見ることができるようになるかもしれません。地球以外の惑星で人間が設計した車が走るには、電動であるかその他の方法で無制限にエネルギーが供給できる必要があります。ガソリン式の車は宇宙の真空空間では動きませんし、地球以外の惑星では走りません。強い太陽光を動力源とし、エネルギーを変換して車を走らせることはできます。大気はとても薄く呼吸ができませんので、車内はその星の過酷な環境条件にあっても生きられるようになっている必要があります。また火星は氷点下何十度まで気温が下がりますので、内部は暖かく保たなければなりません。重力についてはそれほど厳しくありませんが、頻繁に起こる砂嵐は問題になります。そして移動が難しい地形をしていますので、操作のため車には車輪のついた足が必要です。私の意見では全面レザー張りのインテリアで、フロントも後部座席も6段階調節できるのが理想です。12スピーカーのサウンドシステム、デジタル FM ラジオも欠かせません。それからもちろんサンルーフ、いやアースルーフ、60対40分割可動式のリアシートも欲しいですね。週末はキャンプ道具をたくさん積んで出かけたいですからね。そして火星の観光バスを設計するとしたら、パノラミックガラスにして眺めを楽しむことも可能です。太陽系で最も高い山や雪の積もった炭素の山といった興味深い場所もたくさんあります。火星に移動に便利な高速列車を作ることもできます。火星は植民地化され、人間が定住することになるので、豪華な客室で観光スポットを巡ることのできる列車になるでしょう。列車も電動になるか、その他の動力源を使います。火星は地球と状態がそれほど違いませんから、あらゆる種類の車が走れます。ただ外に出るときはヘルメットをお忘れなく。水星用の車を作るなら、明るい太陽光にさらされることを考慮に入れないといけません。日光を遮るため工業用のサンバイザーやガラスの周りにつける遮光テープが必要です。水星は太陽系で一番暑い星ではありませんので、少なくとも暑さについては心配ありません。まあ気温は晴れた暖かい日なら427度、夜はマイナス184度になるぐらいです。この暑さに耐えるため車は何層にもコーティングしなければなりません。ゴムのタイヤはすぐに溶けてしまいますので、おそらく蜘蛛の足のようなもので動くことになるでしょう。また車の損傷を防ぐため、カニやクモが地下に隠れるように地下に穴を掘って日光や大気を避ける必要があります。冥王星は太陽から最も遠い惑星ですので、車を運転しようと思ったらかなり能力が試されます。冥王星は厳密に言えば惑星ではなくなりましたが、探検するのに十分な広さはあります。温度はマイナス204度にまで下がります。コートだけじゃ足りませんね。車には運転する人が暖かくいられるよう強力な断熱材が必要です。冥王星はメタンハイドレートが地面を取り囲み山を覆っています。重力がとても弱くて空中に浮いてしまうのも問題です。冥王星で走る車を設計するのは難しいことです。凍らず走らせるには足の動きが鍵となります。水星の車のような足になりますが、保温のためたくさんの発熱体を使うことになります。飛んでいかないぐらい十分な重量はあります。ですが太陽系で最も風の強い海王星ではそうはいきません。大気中で呼吸をするのは不可能ですし、気圧で潰れてしまいます。多くの外的要因を考慮すると車を設計するのはなかなか困難で、外の大気に負けないよう加圧する必要があります。厳しい温度に負けないための特別なコーティングも必要です。そして海王星では激しい風が吹くので、車が飛ばされないよう怒りのようなものがいります。車の底から発射して地下を掘る大きなドリルみたいなものです。海王星でも車を動かすのには蜘蛛の足を使いますが、ラクダが歩く時のような動きになります。そうすれば重力の中心をキープできるのです。金星は太陽系の惑星の中で最も温度が高く538度に達します。
気圧で車は缶のように潰れてしまいますので、内部の圧力を調節してバランスを取らないといけません。また熱に耐性があり、反射できるよう性能アップしないといけません。適切なコーティングをしてガラスは使わず、熱を反射する特別な色にする必要もあります。実際地面に長時間はいられませんので、蜘蛛の足もうまくいきません。地面から少し浮いて移動するのです。土星は太陽系で2番目に大きな惑星で、高層大気では強風が吹き荒れ、とても強い引力を持ちます。土星の輪は小石ぐらいからスクールバスぐらいまで様々な大きさの氷でできています。圧力があまりに強いので、大気圏に入った途端に潰されてしまいます。車を設計するのはかなり難しく、奇妙なことになります。強烈な圧力と気温に耐えるため、最先端のテクノロジーが必要です。車は大型で、内部に多くの層のあるデザインになります。高層大気に強風が吹くので、車はできるだけ長時間地面に留まらなければなりません。地表がどのようになっているかまだあまり明らかになっていないので、車は固形の表面、液体、その他様々な状態を想定せねばなりません。ぬかるみって感じですかね。でこぼこした地形を進むため、機械の腕、そしてムカデのような足が必要です。障害物があれば機械の腕で持ち上げ動かしてもらいましょう。素早く逃げるため、長い車体を切り離し、小さな部分に分かれることもできます。何から逃げるのかはご想像にお任せします。保護服を着ていても人間が車の外に出ることはできません。人間の体が土星の環境に耐えうるかどうか、まずはロボットを配備してテストする必要があります。木星の環境は土星ほど厳しくありませんが、赤色斑が危険なエリアです。赤色斑は何年もやまないハリケーンのような嵐が襲う極めて広い地域のことです。ここを走る車は土星の車と似た外見で、もっと頑丈なものになります。木星も大気の圧力がとても強いこと以外に、地表がどうなっているかはあまり分かっていません。赤色斑を通ろうとすると車は動けませんので、地面を掘って地下を走ることになります。そのため巨大なドリルと小さな自動運転のドローン、採掘や調査のためメインの車から配備される複数の車が必要になります。地下に入ると足で這いながら巨大なドリルの鼻先で掘って進みます。特定の場所を通るために車の多くの場所が小さな部分に切り離されますが、また簡単に接続します。太陽へ車を発射するなんて想像できますか？自動運転の車以外はありえませんよね。人間が乗っていたら旅の半分も達成できません。発射は水星の厳しい気温から守られた保護施設からになります。そして車は極端な高温とガスに耐えられる最高品質の素材で作らねばなりませんが、太陽に近づくと数分しか持ちません。おそらく衛星みたいに浮かんで研究用の映像を撮ることになるでしょう。費用は何百兆円もかかるでしょうね。でもやってみる価値はあると思いませんか？